はい、それではですね、社員ゼロワン間もなく始まるんですが、最初にですね、私、実況させていただきます屋根正樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、本日の解説なんですが、はい、リバーサルジム、川口リリプスの、サトル選手でございます。よろしくお願いします。サトルと申します。よろしくお願いいたします。初解説なんですけれど。本当ですか。はい、なのでとても緊張してます。このマイクを通して聞いてる声はですね、非常にもう5、6回やってるような声です。嬉しいです。はい、本当に1回目ですいません、もう解説初めてなんで緊張してます。はい、本当に。そしてあのサトルさん、サトルさんもですね、過去にこのアマチュアシュート、はい、アマチュアシュート出身なんですね。はい、実は2009年アマチュアシュート中部選手権で優勝されて、はい、そして全日本選手権で準優勝、はいはい、それでプロ昇格して、デビュー戦が僕、はい、あのシュートなんですよ。パンクラスではなく。そうですね。そうなんです、デビューの時は。はい、あ、じゃあ、 あれですか、あのちょっとその思い入れというか。あ、いや、ありますね。やっぱ、はい、まあ、あの本当に僕、あのアマチュアの総格闘技は、はい、もうシュートしか出ていないので、あ、なるほど。はい、その2009年のしか出てないんですよ、はい、アマチュアはシュート、はい、2009年からアマチュアシュートで始めて、はい、2009年の全日本でプロ昇格したんですよね。うんうん、なるほど。はい、そして第7代フライ級キングオブパンクラシストにもなられまして、はい、昨年。あの先にちょっと聞いてしまうんですけど、はい、試合のご予定とかってまた、あ、後で引っ張ってきますか。あ、そうですね。そうですね。はい、まあ、正直言うと 今のところはないんですけれど。そうですか。はい、ちょいちょいちょっとなんか何でも聞いてもらえたら。はい、はいはい、そして刑事上ですね、今あのルール説明、はいはい、がありまして、はい、間もなくですね、10時半から第1試合ですね、はい、から始まります。最初はビギナーシュートですね。はい、はい、女子ストロー級 52.2 キロ以下の芹沢、はい、選手と坂村選手の試合になるんですが、はい、間もなく開始となります。間もなくでございます。ビギナーが、パウンドが、はい、なし で、はい、でヒールホールドなし。そうですね。はい、顔面への、膝が禁止、はい、顔面への膝はダメで、ボディへの膝は、あ、ボディへの膝は OK ですね。 OK ということなんですね。はい、はい、楽しみでございます。はい、心強いです。いや、こちらこそです。はい、本当にちょっととりあえず一生懸命頑張ろうかと、はいはい、盛り上げるように。そうですね。はい、アマチュアの選手たち の、はい、あの気持ちがすごく、はい、分かるので、やっぱ選手と同じような気持ちで。やっぱりちょっと緊張感ありますよね、このケージの中の選手の表情もそうですけど。アマチュア選手がケージでやれるって、はい、嬉しいし、緊張もすごくしますね。はい、僕の時代はもうアマチュアでケージでやったことは一度もないので、まだプロもケージでやない時で、はい、僕が2009年の時なので、あの畳、そうですよね、あのマットというか、はい、そうですよね。なので、はい、なんかあれですね、こういうふうに中継があって、はい、そのアマチュアシュート、はい、またこのビギナーシュートとかもこの後行われるビギナーシュートなんですが、はい、もうなかなかないですよね、こういう中継で。なんかすごくなんか、はい、僕がアマチュアの頃から考えたら、はいはい、すごくいいなって、はい、素晴らしいなと思いますね。あの頃にこれがあればみたいな。そうです、ケージもあって、で、はい、しかも解説もあって、そうですね、でこういう選手同士のバナーみたいなのもあって、はい、写真入りで。そうですよね。はい、とてもいいですよね。もうあれですね、こういう今配信の時代だったりするんで、ですね、まあ、あれですね、地方のそのご家族の方とかご友人の方も、うん、それがいいですよね、はい、やっぱ地方の方でもやっぱ見れるし、そうですね、友人とかご家族が、はい、それ素晴らしいですよね。そして今見てられてる方でですね、まだあのチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、はい、はい、あの今後またこういった配信もございますので、あの楽しみにしていてください。そして間もなく社員ゼロワンが始まります。はい、僕も緊張してきましたね。はい、なんか自分の試合前みたいな感じにちょっとなってきました。はい、あれですね、横浜武道館の鶴屋冷戦の時のちょっとサトルさんの表情に近いです。あ、そうです、近いですね、表情に。はい、もう間もなくですね。やっぱりあれですか、こういう時というのはその周りにもその相手方もいるじゃないですか。はい、そのアマチュアはそうなんですよ。そうですよね。すごくそばにいますし、大部屋みたいなところですごく複雑ですよね。複雑ですもんね。はい、アマチュアもそばに、あの人とやる、これからやるんだって、なんか横目で見ていたくなってしまう。でしかもすごくあの対戦相手の方が近くに行って見ると、はい、めっちゃ強そうに見えるんですよね。はい、あ、そうですね。まあ、僕はですけど怖いなと思って、あ、ちょっとあのテーピング多く巻いてるぞみたいなそういうのもありそうですよね。い
や強そうだなって全員強く見えですね、はいはい、もうこの全員強そうですね。でもやっぱりこういう風に見えてるだけでもこうなんかそうですよ、はい、一般の人が格闘技会場入ったら怖いですよね本当に。ただこの画面右側に座ってらっしゃる清水清隆さんもなかなかなこう穏やかでいてなんか怖いですよね。清水さんはオーラがありますよね、はい、オーラありますね、はい、いや清水さん、はい、僕大好きなんですけれど、いや素晴らしい。僕実は20歳の時に清水さんとグラップリングで対戦もしたりしてて、そうなんですか、はい、もう、まあ、僕が33なので13年前とかなんですけど、はいはい、あされてたんですか。そうなんですよね、はい、ちょうどプロ昇格した後ぐらいですね、はい、なるほど。2010年とか2010年ですね、はい、まあ、そうですね。2010年ディープのフューチャーキングトーナメントでも受賞されたりとか、またそのグラッピングブリングでも、その年にグラッピングで出て、はい、出まして、清水さんと戦ったこともあって、さすがでございます。サトル選手、清水さんとは、まあ、ずっと前から知り合い で、はい、で僕が第7代 の、はい、あのキングオブパンクラスのフライ級の、はいはい、清水さんが確か第2代か3代ぐらいのフライ級、はいはい、もうあれですよね、あ、さあ間もなくゴングが鳴りましたので始まります。試合が始まる前のこのゴング、はい、いいですね。いいのとめっちゃ緊張するんですよね、はい、方もいいですけどね。あ、そうですね、それもいいですね。はい、間もなくですね第1試合が始まります。第1部第1試合ですね、ビギナーシュート女子ストロー級 52.2 キロ以下級ですね、2分2ラウンドの試合でございます。青コーナーですね、芹澤真帆、芹澤選手、格闘技歴まだ1年半です、ね、そうらしいですね、はい、キックボクシングも、試合されているということですね、はいはい、そして画面左側ですね、坂村優子でございます、はい、ファイティングラボ大森、はい、坂村選手はスポーツ歴、空手、キック、ジュースと、はい、そうですね、満面なくバックボーンがそうですね、はい、満面なくやられてる感じが、はい、ただこのアマチュアシュートの成績というのは今回初めてということですね、はいはい、やはりあれですか佐藤さん、あの2分で2ラウンド、いや正直、はい、あの2分2ラウンドだと短いラウンドだと、はい、本当に先に取ったもん勝ち、いいところをなるほどになるんですよ。先に行ったもん勝ちっていうのは正直ありますね、はい、短いといかに、先には先手でそうですね、はいはい、ペースを握るかっていうのが、はい、それでは始まりました。さあ前に出るのは坂村ですね、画面左、もうだいぶ最初から行ってますね。そうですね、作戦としてやっぱそうなんですかね、前に今、そして2分だと行った方が、はい、吉田さんうまく右のクロスカウンター合わせたんです、はい、これはプレッシャーを与えているのはやっぱりこの坂村がどんどん前に、そうですね、はい、本当にいい作戦だと思います、ね、はい、でもうまく吉田選手も右のクロスとか合わせてるんで、あ、なるほど、カウンターをそのカウンターマッチってことですね、はい、回り方も、はい、あ、いいですね、蹴りも、はい、芹澤選手、青いグローブの、はい、右が前に出るのは、坂村、ただそこに合わせようとしているのが芹澤でございます、はいはい、坂村選手もずっと攻め続けて素晴らしいですね。そうですね、もう、あ、そうですね、時間も、あ、残り時間1分間もなく、さあこの膝、いや首相もいい位置です、ね、強いですよね、あのいいところに取り返しましたね。だから坂村、あれですね、あの芹澤の膝も、はい、ちょっと高い膝で、はい、入ってました、はい、ナイスローです。あ、なんか今度は芹澤さんがペースをなんかどんどん掴んでいきます、はい、なんか距離が少し、そうですね、前に出てくる坂村に対しても少し芹澤を前に合わせつつ前に出てこようとしているのが芹澤、はい、はい、でもそうですね、時間が残り時間30秒なので、はい、ここの、はい、首相撲からの膝を打つのは坂村、あれですね、坂村はなかなか膝とこう、はい、肘、はい、はい、ですね、今のストレートいいですね、芹澤、おっと今の唾液の距離だと、はい、そうですね、芹澤さんの方が、なるほど、当たってる感じがします。この距離になると、そうですね、はい、近い距離だとやはりこう坂村、はい、はい、もう膝が上手い、なるほど、はい、まず第1ラウンド終わって、佐藤さん、
非常に分かりやすかったです。いやいや、すみません、本当にいっぱいいっぱいなんですけど、本当に一生懸命ちょっとやらないとと思って、この短い時間でやっぱあれですね、なかなか攻防かったですね。そう、面白かったですよね、はい、前に出ていく坂村とそれに合わせる芹沢とはいえ、後半その芹沢の距離、あ、そうです、最後首相撲が当てて、はいはい、当てて、芹沢が当てて最後首相撲ちょっとまた組んで、そうですね、はい、だから近いとやっぱり坂村がやっぱり首相撲で、そうですよね、芹沢さんはうまく自分の、はい、あの唾液の距離とストレートが当たる距離で、おそらく得意とか、はい、という感じですか、ね、はい、まあ、解説してるとなんか、ええ、もう2人ともすごく頑張れっていう感じになりますね。そうですね、頑張れっていう、そうですね、はい、これやっぱりそのなんていうでしょう、肉体的なこの疲労というのもあるんでしょうけど、こう第一試合を務めるプレッシャーみたいなのもあるんでしょうね。ありますね、ですよね、しかもね、女子です、はい、ですし、まだ朝10時半でございます、皆さん、はい、そして第2ラウンド始まります。残り時間は2分という形ですよね。ちょっと僕も息上がってきましたね、はい、そうですね、ちょっとなんか仕上がってきたような疲れました、ね、はい、では2ラウンド開始いたします。あった、いいの、このストレートですね、に合わせていこうとするのがシーザー、前に前にケージに、いや、いい位置ですね、はい、そうですね、右をもっとしっかり刺していって、はい、二流でですね、はい、今返しましたね、はい、なるほど、坂村がまたケージが返しました、また返しました、ね、また返したのがシリーズだ、はい、まあ、下に行った方がいいですね、ダブルレッグとか、なるほど、足でかけてタイクダウン、クラッチして、はい、引っこ抜いた方がいいですね、なるほど、今この状態です、クラッチしてテイクダウン成功、テイクダウン取りましたね、はい、セリザーがテイクダウンですね、はい、ただ下からこれは三角でしょうか、まだ、まだですね、はい、クロスガードで、はい、クロスガード、はい、そうですね、もう時間ないので坂村さんもすぐ立つか、そうですね、そうですね、関節、はい、残り時間もあと1分ぐらいですので、はい、ここでどう印象を残すかっていうのは非常に大きいところですね。はい、水沢さんはもう立たせたくないと思うんで、はい、ここからもう抑え込んで、はい、坂村さんは下から早めに仕掛けて、そうですね、立つか早く目に仕掛けるか、なるほど、はい、下になってる赤コーナー坂村は立ち上がるか早めに仕掛けるか、そうですね、はい、三角十字上に足上げてってハイガードにして、はい、つまりこの形だとちょっとキープしてると坂村あんまり印象がっていうことで、そうですね、このままだと、はい、でちょっとあれも今いい形取れ、三角とかの形、はい、狙ってますね、下から坂村は、はい、もっと煽ってた方がいいですね、残り時間30秒、ここはちょっと最後力使った方がいいですね、はい、乗ってってるんで、ここはなるほど、うまくハイガードをしてってるんで、はい、坂村選手は上にこう腕の前に、はい、走れれば差し掛けるか、ただ、させない、はい、セリザーはさせない、残り時間10秒、ちょっとベースが強いですね、なるほど、崩せないってことですか、これは、はい、ベースが、はい、試合終了でございますね、さあ、これはどうですかね、佐藤さん、まあ、この後ちょっと判定は出ますが、はい、最後もちょっとテイクダウンが大きかったですね、はい、やっぱりあれですね、ナイステイクダウンでしたね、セリザー選手はケージに、まあ、ケージをどちらがこう押し当てるかというような攻防があって、はいはい、そのセリザーがこうケージを、はい、最後制して、はい、佐藤さんも一回返したんですけど、そうですよね、またセリザーさんが返して、でダブルレッグ、そうですね、ケージ側のクラッチダブルレッグで、はい、下の両足を持ってテイクダウン、ね、あれが判定ですね、坂村さん の首相撲の膝も上手かったですけどね、はい、そうですよね、はい、よかったですね、あれは、前半のあれですよね、アグレッシブな感じもその坂村が前にでしたし、そうです、はい、もう本当に勝とうっていう精神がすごく出てすごい良かったですね、ジャッジ A 20-18、ジャッジ B 19-19、なるほど、あ、ドロー、なるほど、はい、レフリー1人が20-18で芹沢をつけているんですが、あとは19-19の、はい、ドローという1-0ということで、ドローですね、はいはい、この後ですね、佐藤さん、芹沢選手まだ試合あるんですよ、もう試合あるんですよ、素晴らしいですね、素晴らしいですね、なんか若さが、そうですね、はい、みなぎってますね、みなぎってますね、はい、若さ打ってないかなっていうふうにちょっと思ったりする時もあるんですが、はい、そうですね、いや、素晴らしい第1試合でした、芹沢真帆 VS 坂村優子でございました、はい、
社員ゼロワンオープニングを飾る、はい、素晴らしい試合でしたね。第1回大会の第1試合ですね、はい、素晴らしいですね、はい、それだけでドキドキしますね、はいはい、はい、今画面に映っている選手ですね、 YSA のですね、川村優太、そしてこちらが、高橋和志、リバーサルジム立川アルファ、はい、金原選手がセコンドに疲れてますね。あ、はい、心強いですね、はい、同じ19歳同士、ね、そうですね、19歳同士、はい、はい、そうですね、画面左側の川村選手、今右側の高畑選手は、バスケットを過去にやってる、はい、バスケット、はい、デビュー戦ですかね。そうですね、はい、高畑選手これがデビュー戦ということですね、はい、はい、立川アルファを送り出す期待のホープかもしれません。これはちょっと楽しみですね、はい、川村選手もまだ格闘技歴1年で試合はやってないかもしれませんね。デビュー戦ですね、おそらく、はい、クレイジービー所属で、そうですね、はい、名門ですよね、名門同士ですね、はい、本当にビギナーシュートフライ級 56.7 キロ以下級戦、2分2ラウンドの試合がこの後始まります、はい、やっぱりデビュー戦のことを佐藤さん、はい、どうでした、自分の、まあ、アマチュアのデビュー戦でもそうですけども、何かもう本当に、はい、もう心臓止まるかと思いましたね。ですよね。もう人と本気で戦うのって、はい、ね、初めてだったんで恐ろしいですよね。本気で殴り合うとか、本気なんだっていう。そうです、相手も本気なんだ。そうです、まあ、それがいいんですけどね。なんかよく格闘家の人に言いますよね、こういざやるリングに上がった時に相手本気だって引いちゃうっていう。そうですね、で相手 もおそらく相手も同じこと思ってるんですよ、はい、で殺しに来てるなと、で こっちも行かなければいけないっていうような、はい、本当そうですね、そういうような心理状況だっていうのをよく聞いたりしますね、はいはい、パンチをかますのは、キックですね、高橋和志気合入ってますね、はい、この時間結構あれですよね、この時間は何なんだっていうところで、あ、今多分準備してるんです、ね、はい、そうでしょうね、おそらく、はい、道具にもしチェックかもしれませんね、はい、そうですね、首があったか、さあここでちょっと少し時間はあるんですが、はい、こちら今画面に映っている高橋和志ですね、19歳、リバーサルジム立川アルファの選手ですね、高橋選手気合の入った顔してますね、はい、ただそのセコンドの金原選手の足を組んでる姿なんかを見ると、これなかなかリラックスしてる感じで、これもいいですね、いいですよね、なんかこれ雷神の、はい、トップファイターのこういう姿見れるって、ね、面白いですよね、なんかいいですよね、アマチュアの会場で、だから今この生放送を見てる方もそういったこう表情も見れるっていうのが面白いですよね、あ、そういうところも見るのがいいかもしれないですよね、はい、僕と同じフライ級なので、はいはい、ちょっとこれ注目ですね、はい、気になりますね、はい、はい、1ラウンド始まりました。さあ、おっとが、おー、ね、またあれですね、おっと、いい打ち合いだ、打ち合いが激しいですね、佐藤さん、首で投げられるか、首投げいくか、それから高津選手がバック取るかですね、はい、そして刑事押し当てる、はい、川村でございます。高津選手が今いいポジションです、ね。川村、これ川村はあとはストップ。前に崩せ。さあ、まあ、これは止めないですね。はい。これで首投げをした。はい、ここでストップ。はい、この形ですね。首投げの形で。はい、下選手はバックを取りたいですね。はい、はい、なるほど。川村さん、川村選手は首相撲でしっかり抑え込みたい。はい、なるほど、そうですね。画面左側の、川村は抑え込みたい。下になってる赤いグローブの高畑はそのままバックに回っていくと。はい、見どころです、ね。ここの瞬間。させなかったのが川村、これやっぱりあれですか、今度上になってる、川村はサインとポジションとかを、ね、今ハーフガードで、はい、ハーフガードですね、腕狙ってますね、はい、足を抜くか、はい、ここからブロック取れることもあるんですけど、なるほどなるほど、
まずはそうですね、固めて足を抜きたいですね、はい、なるほど。上になっている川村は今、足を挟まれているのを抜きたいと。そうですね、はい、そしてポジションサイドか、どっかにこう、ただ片方、はい、まだ違いますね、まだ、はい、腕の下に頭が入ってないので、そうですね、そうですね、入ってないですね、はい、で一方ですね、下になって、おっと入れ替え、田中高田ナイスブリッジですね、これ最後大きいですね。タイミングですかね、今のすごく、はい、タイミングとあとブリッジ力強いですね、はい、なんかフィジカルがある感じがすごく、はい、残り時間15秒、おっと、また入れ返した、まね、これは面白い、返して返して、はい、上になったのは今度は川村、はい、で今度サイド取ります、サイドの形で、ね、そうですね、サイドポジションを取っているのは川村、またブリッジでも返す感じですね、はい、でもしっかり脇の下今取れてるんで、そうですね、肩固めとかもいけそうなポジションですね。さあもう時間は今2分を超えて、おっとここですね、10秒ですね、はい、残り時間10秒、入った、これはちょっと浅いか、おっと今その画面上にその時間があれだったのはあれですね、そのタイムストップの、はい、そうですね、はい、関係でしたね、 10秒、あ、そうですね、はい、それで一回消えてしまってすいません1ラウンドどうですか、いや、めっちゃ見応えありますね、はい、すごいですね、打撃もう打ち合いからの、はい、テイクダウンのやり合いからの、はい、素晴らしかったです。で、ブリッジをお互いに1回ずつ返して、ね、はい、で最後はあの、ね、河村選手が上取って、ね、腕十字の形に入ったんで、はい、いやもうどっちか分かんないですけど、最後のやっぱ腕十字の印象で、はい、ちょっと河村さんで1ラウンドは河村選手がちょっと、はい、印象的に、はい、でもほぼ腕十字以外はもうそうですね、はい、合格でしたね、ポジション取り、まあ、だからすごくその2分だと国手が入れ替わるというか、ポジションが入れ替わるのが激しいですね、ただ2人ともその2分の戦い方をすごくうまくやってるような、はい、なるほど、はい、印象がありますよね、はい、そして河村 VS 高畑なんですが、あとこの後で、最後ですね、ラストラウンド、ラストラウンドでございます、どっちが行くか先に、さあステップ、おー、飛び込み、ああ合わせた、さあ前に前に行くのは川村、いいところ取りましたね、高田さんが、高田選手がいいところ取ってて、前に引き落とす、そうですね、そうですね、右足入れてて、はい、で今左側に投げた、これですね、今佐藤さんがおっしゃったら、はい、はい、これまずしっかり固めたいですね、そうですね、脇の下と、はい、あの頭に枕を、はい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 、枕、はい、はい、まずはしっかり固めたいですね、ブリッジ強いんで、そうですね、またそうですよね、タイミング動いたタイミングで合わせて、そうです、あこれましたか、バックですね、あのまたいいとこ取りましたね、はい、今はあれですね、高畑が終始ちょっと押しているというか、はい、はい、圧倒して、また河村選手がまた行きそうな気がします、そうですね、ま、もう一回河村選手ありそうですよね、はい、勢いが、あカウンターちょっと入りましたね、はい、さあここでどうするか、ケージを押し付けたのは高畑、残り1分、はい、残り時間1分ですね、ここ最後気持ちですね、本当に ここはもう行った方がいいですね、はい、なるほど、もう行った方がいい、フルパワーだったらいいです、セコンドの効いてるっていう声も聞こえております、さあでもあれですね、すごくコントロールしてますね、高畑、はい、膝がいいですね、はい、膝蹴りがこれは効いてます、おっと返した、川村返した、川村選手行った方がいいですね、そうですね、ただ前にはテイクダウン行こうと、おっと合わせようとするのは川村、ただ前に出るのは画面右側高畑、おっと合わせた、おっと際で糸を取るのが上手いですね、上手ですよね、はい、カブレーションもしっかりディフェンスしてるんですけど、はい、カーター、さあこれはマウント、マウント、はい、優先順位としてこうダメージに近い攻撃またはダメージですね、はい、一番、はい、そしてアグレッシブネス、はい、はい、そして、ケージの中のジェネラルシップですよね、この順ですね、はい、判定の基準が、はい、支配率で今言いますとその高畑こうあの2ラウンドなんかはすごく、あ、そうですね、2ラウンドはもう、ね、高畑選手がもう行きましたね、はい、1ラウンドの最後あの鎌村選手が腕十字すごく良かったんですけど、はい、さあどうっていうか、ジャッジ A 19対19、ジャッジ B 20対18、ジャッジ C 19対19、以上1対0、あ、また1対0ですね、この試合ドローとなります、ドロー、
はい、ドローです。やはりじゃああれですね、1ラウンド目は川村が例えば優勢で、そうですね、そうですね、やっぱあの腕十字入ったのが、はい、そうですよね、はい、そして2ラウンド目はその高畑のあの膝蹴りですね、膝蹴りとっていうところをあのジャッジの方たちは取ったというような、1ラウンドが川村選手で、はい、2ラウンドは高畑選手の印象が強くということの、まあ、印象ですよね、はい、はい、第2試合目もですね、ドローでございました、川村優太 VS 高畑和志でございました、はい、いや面白かったですね、見どころありましたね、はい、第3試合フェザー級2分2ラウンド赤コーナーリバーサルジム東京スタンダード所属たっぷり大選手、服部選手、はい、MMA 歴1年シュートジム東京所属武添太郎選手、はい、ビギナーシュートフェザー級65.8キロ以下ですね、青コーナー武壮太郎 VS 赤コーナー服部蓮の試合でございます、はい、はい、服部蓮は東京スタンダード、はい、はい、そして、武選手は、シュートジム東京と、はい、どちらも名門、ジャッジラウンド1ファイト、はい、おっと、強力な打ちましたね、ただ あれですね、サイズがちょっと大きく見えるというか、そうですね、武選手が178センチ、大きいですね、服部選手が174センチと、2人とも身長すごくて、服部選手の勢いがいいですね、はい、なるほど、はい、服部選手そうですね、出入りもおっと、いいローだ、ローがすごい、おっと、いいロー、この距離がやっぱり服部の打撃の距離という、そうですね、はい、ローの距離が強くないでしょうね、はい、いいタイミングで今、武選手が組んで、そうですね、離れ際のこの距離というところでいうと、服部選手の距離の作り方が今うまいですね、武選手、いい感じで入りましたね、合わせましたね、武選手、はい、そんな感じで入っていくとあのいいと思いますね、はい、まだこれ1分経過なんですけれども、その距離というのはまだこうお互いの、探っているような状況でしょうかね、そうですね、はい、少し前に出てるのが竹のように、そこに合わせる服部、はい、はい、服部さんなんかローの距離がうまい感じしますね、はい、そうですね、非常にそこを作らせないように、はい、竹選手もいいロー打ちましたね、竹、はい、選手のローキックも、さあこの距離の取り方、まあ、のあれですね、お互い中間距離、はい、あ、さあラッシュをかける、いいコンビネーションですね、そしてテイクダウンに行こうとしているのは青コーナーの武壮太郎、しっかり深くテイクみたいですね、はい、今小手巻きされてるんで、はいはい、左手も入ってるんで、ちょっと武選手の手を、服部選手が取ってると、はい、はい、シングルレッグに変えたいですね、はい、この時は武選手が、こういう時は足の方に変えた方が、はい、武選手はその服部選手の片足に行った方がいいと、はい、はい、早いです、残り時間10秒でございます、さあここでどう印象を付けるかというのが非常に大事ですね、離して打撃最後行っちゃった方が、なるほど、時間ない時は、はい、なるほど、武選手がおっとタイムストップ、あーローブロー、なるほど、タイムストップ、まあ、同時ぐらいですので、はい、なるほど、このままちょっとインターバル行くかもしれませんね、はい、はい、いやなかなかああいう、こう膠着してるというか、こう近い距離での膝蹴りとかなかなかきついですよね、はい、たまに当たってしまうことが、はい、サトル選手もご経験ございますか、はい、あ、もう結構、はい、そうですね、2、3回ぐらいあると思いますね、はい、あ、リプレイ映像が流れております、素晴らしい、こう今のあれですかね、ここの詰め込みが良かったですね、はい、そうですよね、この詰め込みがこのダブルレッグつなげる動きが、はい、素晴らしかったです、この一連のここですね、はい、でもこれで服部選手も対応早くて、はい、ケージにしっかり小手前、はい、そうですね、はい、小手前いて、これ右手はそうですね、右手は小手前いて、はい、はい、やっぱりそのなんて言うでしょう、あ、やっぱりちょっと休憩はなさそうだから大丈夫だっていうことですよね、1分間のだけで、はい、休憩だけで始まりますね、やっぱりあれですね、金敵はやっぱちょっと見てるだけでも苦しくなるっていうのがありますね、ラストラウンドでございます、画面右側ハットリ、左側タケ、でもローが強い、はい、ローと合わせた、
さん、このこれもやっぱこの中間距離ですね。でお互い合わせるのがうまいんで、はい、いいんですよね。そうですよね。パンチ合わせるのもうまいんで蹴りに。さあこの中でこう差を出していくっていうのはどっかこうチャレンジングしていくっていう。そうですね。気持ちでしょうね。作って前に中に入っていく。はい。少し前に出てきましたね。服部も。おっといい蹴りだ。ナイスロー。ナイスローですね。やっぱりあれですね、こう蹴りでお互いこう主体していく、ね、中間距離が得意なんでしょうね、はい、お互いに。でそこに意外とその竹も服部も意外と合わせてパンチ合わせてくるシーンの中ですね。あおっと竹選手これがいいですね。パンチさあそして膝蹴り、膝蹴り打つのは服部、左しっかり刺してますね。これほんと深く刺して、はい竹選手は、はい、あの服部選手はやっぱ切りましたね。うまいですね。なるほど。非常にあの服部も対応がうまかったですね今。はい、はい、クックダウンの対応が早いですね。はい、さあインロー、ローキック打つのは竹、蹴り合いだ。さあ前出ていくのは服部、ウォット。さあここでナイスタックル。残り45秒なので最後テク取りたいですね。服部選手はしっかりとこの形はおあの多いですよね。その竹が攻めて服部がこう返していくっていうような。さあ残り時間30秒です。最後しっかりテイクダウン取るかパンチ当てたいですね。ああいいボディーの、おっとローキック合わせたのは服部。これ20秒。はい。ここどう出るかっていうことですね。はい。しっかりテイク取るか前にパンチ当てるか。はい、あいいですね。さあ連打打つは服部。今のいいですね。今言ったのが大きいですね。あでもいいですね竹も。はい。さあ残る時間が間もなくだ。わあすごい。フックのいい打ち合いだった。さあすごい残り30秒のこう打撃の交錯がすごかったですね。佐藤さんいかがでしたか。いや本当、はい、ずっとすごいですね。全部試合これリーダーにちょっと思えない、はい、そうなんです。はい。強いなって。そうなんです。本当みんな本当に生きれんですかね。はい。社員ゼロワンだからですかね。ですかね。はい、これ本当に格闘技1年なのかなって、はい、嘘、ね、嘘ついてないかなと思うぐらい。嘘可能性ありますね。ぐらい強いですねみんな。じゃあ佐藤さんこれ嘘ってことで。はい、まもなく判定が出ます。さあどうなるでしょうね。僕1年目とか今度できないですよ多分。あ本当ですか。もう13年やってますけど。そうですか。すごいですね。ジャッジ B 20対19。おお、あれ割れてる。割れました。18対20。ああ。以上、2対1をもちまして赤コーナー、服部選手の判定です。はい、判定ですね、2対1、割れましたね。割れまして、赤コーナーの服部蓮、リバーサルジム東京スタンドアウトの勝利でございます。はい、やはりあの勝因っていうのはどうですかね。1ラウンド目、最初やっぱ服部さんが台下ポンポン当てて、はいはい、そうですね、攻めてって、はい、であと最後の2ラウンドの最後の終盤にラッシュかけて、はい、そうですね、はい、フックも当てたので。そして竹宗太郎もあのあれですね、その果敢にテイクダウン狙おうとしてるんですけど、全部服部選手が対応が早くて、そうですよね、そういったところの評価も。絶対竹選手が、はい、あのボクシングからのタックルすごくうまかったんで、そうですよね、あれで倒しきれてれば、はいはいはい、また印象が違うと、はい、変わってましたね。はい、ありがとうございます。はい、この後第4試合ですね。すごい体です。すごいですね。北原幸喜です。はい、第4試合赤コーナー直進会熊本城 TK68、はい、いやこれはすごい体ですね。これはいい体です。向こうから歩いてきたらもう避けちゃう、はい、避けますね、はい、もう3メートルぐらい避けます、はい、すごい体だ。こちらが堤選手、はい、そうですね、はい、青コーナーですね、堤博忠、MTK、MTK ファイト、はい、そしてですね、赤コーナーですね、直進会育野道場 TK68 北原幸喜、画面右側でございます。ビギナーシュートライト級 70.3 キロ以下2分になるとライト級になると、はい、でかいですね、ですね、はい、身長差ありますね。ありますね。選手がリーチが長い感じが、はい、青コーナーの堤の方がタックル、よった、引き込んだですね。12センチ大きいです。北原選手はその柔術出身なんで、はい、そうですね、おそらく下からの寝技が得意なんですね、はい、この背中ですね。足すくってそこから作ってきたんでしょうね、はいはい、足を取られたくないですね。堤選手は上になっている堤選手は、下になっている北原選手に足を取られたくないと、この形 で、ね、はい、あうまいですね潜り方が。なるほど、
ここはあれですね、上になってる北原は、はい、ディープハーフっていう形なんですけど、はい、あ、今足外れしまいました、はいはい、ピッタル選手はおそらくそうですね、足絡まれて潜ってって、ディープハーフとか、はい、これドッグファイトって形ですね、はいはい、こういう形、おっとコントロール、さすがですね、今のドッグファイトうまいですね、はい、僕もあれ使うんですけど、はいはい、あれ力使わず、そのあ足決まります、ね、おっとあれは足で足かも決めたんですけど、はいはい、あの足で膝十字決めたんですけど、はい、ライジンでも見ましたね、ライジンでレイナ選手がやめてしまったやつなんですけど、すごいですね、これはこれビギナーでこれを使うっていうのは、これは堤選手の対応、最初ね、足外して対応良かったんですけど、北原選手がさらにその上を行って、いやーこれあれですね、上になった堤で、下になった北原がなんとか体勢を、ああいう形ですね、あれ来ると思わないですね、はい、あのあれはしかもあれなかなかプロ選手でも決めれる人は少ないです、はい、あの佐藤さん、この後ですね、今勝った北原、はい、もう1試合ございます、あ、気になりますね、はい、またちょっとあれが出るのか、はい、そして堤選手も、これですね、これですね、皆さん見てください、はい、今膝十字を、はい、北原選手が決めてるんですね、足で、はい、堤選手の右足を決めてるんですが、膝十字をこれすごい難しいんですけど、はい、すごいですね、あの流れの中でこの速さで決めるっていうのはさすがですね、そうですね、はい、本当得意なんでしょうね、はい、ただ今のあれですね、敗れてしまった堤選手、この後まだ試合ございますので、はい、そして北原選手も試合あります、あ、楽しみですね、堤選手もちょっと次戦ちょっと期待して、そうですね、第5試合2分2ラウンド赤コーナー松竹所属小堀春樹選手、はい、こちらですね、赤コーナー小堀春樹、小林選手所属片桐圭介選手、はい、こちらはですね、片桐圭介 YSA ですね、はい、はい、ビギナーシュートフライ級 56.7 キロ以下2分2ラウンドでございます、はい、フライ級ですね、そうですね、 56.7 キロ、はい、どちらもあれですね、ビギナーシュートの経験はあるという、はい、一戦ずつ、はい、そうですね、はい、両方一戦経験があるんですね、はい、あ、片桐選手は、そうですね、はい、そうですね、一戦ずつですね、どちらも、すみません、はい、始まりました、グランドアップ、チャンス、ガブレガブレ、さあ、グランドアップ、押し合って押し付けてますね、早い組の展開ですね、ちょっとあれですね、今フロント狙ってる、はい、片桐選手は、フロントを狙おうとしてるんですね、はい、でコール選手はしっかり対応してティグラムみたいですね、そうですね、あのもうちょっと深く入ってますね、これ膝立てとか膝立て、深くちょっと入ってますね、そうですね、前に押し込みたいですね、はい、今やられてるあのその小堀は、赤コーナーの小堀はこの腰を上げて、はい、前にプレスかけて、なるほど、はい、位置を前にすることで、ここまで来たら大きく押し込んだ方がいいです、前に、相手取れましたね、はい、あまだ続いてますね、で横回った方がいいですね、なるほど、足またいで、この足を抜けたいんですね、その小堀選手は、今またいでるんで、はい、そうですね、一つまたいでるんで、あでもただケージが、ケージですからね、これまた、そうですね、はい、これどうなるかというと、あ、また入りましたね、はい、ケージをうまく使ったのは片桐、これ力使いますね、いやこれは、おっと止めた、一本ナイスですね、いやすごい、そうですね、一回外れそうになったんですけど、いや小堀も悔しいですね、今悔しいですね、今、はい、正直外れると思ったんですけど、ね、はいはい、一回足またいでハーフの形になると思ったんですけど、うまく、腰ずらしてもう一回組み直しましたね、はい、はい、勝利しましたのは、片桐圭介ですね、青コーナー、はい、一本が決まりましたが、今やっぱりあれですかね、佐藤選手片足がこう抜けてて、あのまま抜けれて、抜けてまたげてたらよかったんですけど、なるほど、また足を越えれたらですね、はい、でも、はい、うまくその片桐選手がまた腰を切り返して、はいはいはい、またクロスにこうやって戻して、また作り直したので、はい、いやこれすごいですよ、本当ビギナーでこんな、ね、こんなうまいフロントシュート、いやちょっとこれ すごいですよね、まあ、びっくりしますね、いや意外とこう1本が続くので、サトルさん、テンポ早いですね、いや本当ですよ、はい、もうこの後ですね、第6試合でございますから、はい、もうそろそろ半分ぐらいになってしまいますね、はい、はい、この後ですね、第6試合ビギナーシュートバンタム級 61.2 キロ以下2分2ラウンドの試合でございます、ま、はい、もなく入場してまいりますですね、青コーナー小寺龍道、はい、はい、YSA、はい、そしてこの後また入場してまいります榊原雄太ですね、リバーサルジム立川アルファ、はい、この試合がございますが、
いやちょっと今の2試合なんかすごく非常にテンポ速くて1本決まるタイミングとか、はい、どうしてもこの2分2ラウンドだったりするとその決まらないって判定っていうのが多いとは思うんですね、はい、その中でこう決めていくっていうのは2分2ラウンドの中ですごいですよね、はい、すごいです本当に、はい、なんか尊敬しますよね。いやサトルさんもすごいですよ。いやいや本当にすみません自分判定男でそんなすみません、なんか私がその それを引き出してしまったかのような、嬉しいですから、どんどん来ます。あ、そうですか、よかったです、はいはい、こちらですね、画面右側が、はい、失礼しました。はい、こちらですね、坂木原優太16歳、小寺龍道選手。はい、小寺龍道16歳、21歳の試合ですね。自分が21歳と16歳の時何やったんだろうってもう思い出せませんね、はい、思い出せません本当に。はい、間もなく始まります、はい、バンタム級 61.2 キロ以下の2分2ラウンドです。はい、始まりました。さあリーチ長いですね小寺は。長いですね、はい、さあ詰めるのは小寺。ただ坂木バンランは形状を背にして、ちょっと力があれですかね、やっぱ小寺の圧の方があるんですか。勢いがいいとこ取ってますね、はい、あのまたうまく差し上げてますね、はい、ただ倒れませんね、バランスいいですね、はい、坂木村も小寺選手も勢いいいです、最初からすごく勢いいいですね、はい、そうですね、はい、で坂木村も倒れないこの体幹というか、はい、形状うまく、あっとは はい、ローキックが今交錯しましたね、はい、はいはい、散らしているのは画面左側小寺。ああ、いいミドル、さあミドルが入ったぞ。さあと、おお、ミドルが上手いですね。そうですね、さあ少しずつ前に出てくるのは奥、赤コーナーですね、奥にいる坂木原でございます。まだお互いどちらが有利ということではないですよね。そうですね、はい、お互いに台紐をお互いに出してしっかり、はい、今インロー良かったいい良かったですね、小寺選手のインロー。さあこのミドルが先ほど取った、あ、これは大きい、さあうまい、バック取った。さあ後ろ取ったのは小寺、坂木原選手の対応早いですね、はい、そうですね、ケージに逃げるというか、はい、フットバックの状態で立ち上がる、手を切りたいですね、はい、坂木原選手しっかり両手で、なるほど、この坂木原選手は手を切りたいと、切りたいですね、はい、小田選手はもう一回ここから倒したいですね、はい、なるほど、はい、でやはり体幹が強いですからね坂木原、あ、すごくバランスがいいですね、バランスいいですよね、はい、なのでこういった膝蹴りとかで少しずつ削っていこうとしてるのか、さあ倒れないですからね坂木原強い、小田選手もいい勢いですね、そうですね、こうキャッチが上手い、あ、うまい、キャッチが上手い、本当にうまいですよね、はい、さあサイドポジション、サイドポジション取ったのは小寺。おっと、これ印象どうですかね佐藤さん。あ、小寺選手が、はい、そうですね、あの最後テイクダウン取ったの大きいですね、佐藤、はい、選手も全部対応してたので、はい、テイクダウンに対して。ただ佐藤さんちょっとびっくりすると思うんですが、今小寺選手総合格闘技歴2ヶ月。え、嘘ですか、はい、本当ですか。今回デビュー戦です。2ヶ月で、はい、嘘ついてないですかね。嘘ですね、こんなできます、はい、あの嘘だと思います、はい、いや2ヶ月でこんだけできたら、ちょっとここに書いてある資料2ヶ月っていうのをですね、まいっちゃいますよ、2年に書いてきましょう、2年に書いてきましょう、だってこの綺麗な足、はい、そうですよね、綺麗なこのキャッチングからの足払いなんて2ヶ月じゃないですよね、2ヶ月じゃできないですよ。じゃあちょっと今1回2年って書いたんですけど、いや3年半にしてみますね、3年にしましょう、あの綺麗なキャッチングからの足払い、はい、見事でした。なかなか素晴らしい1ラウンドでした。ただ坂木原も倒れないですね、16歳、はい、サッカー歴9年で培った体幹で、あ、はい、サッカー歴9年素晴らしいです。ラウンド2ラストラウンド、はい、ラストラウンドでございます。また小寺選手はやっぱテイクダウン取りに行くんじゃないですか、ね、そうですね、佐藤さんもおっしゃってたそのキャッチ、あ、キャッチが上手い、はい、上手いですよね、そういったところで、おー、やっぱテイクダウン狙いに行きましたね、走りました、おっと、上手い、さあ、あ、でも佐藤選手も対応が上手い、あ、上手い、ナイス開始、赤木原、上手いですね、これ大事にしたいですね、佐藤選手は、はい、これはもう立たせないでしっかりパスガードまで取りたいですね、はい、足またいで、これはそうですね、まあ、足を押して、はい、そうですね、あの足クロスガードを破ろうとしてるんですけど、まあ、この下になっている小寺選手は足を抜けるとアームロック狙ってますね、はい、今そうです、下からで狙って狙ってますね、
さん、ただあれですね、坂木も体入れ替えの、あった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 正しました、ね、やはりこう時間的なことでしょうね、はい、このまま膠着打撃でいこう、おそらく、ね、坂木選手は打撃でも倒すっていう、はい、蹴り足キャッチ、タッチがうまい、はい、これは2ヶ月じゃなくて無理だろう、そうですねすごいうまい、はい、あうまく頑張った、さあこうリーチを生かした小寺ですね、こう首を狙いに行きたいが、あーフロント行った、さあ残り時間1分、早めに対応したいですね、坂木さん早めに対応したい、これは抜けたいですね、坂木原としては思いっきり胸張るか前に思いっきり突っ込んで、はい、なるほど、まあ、ディフェンスして、はい、ディフェンスの仕方としてはこの、坂木原は前に出ると、そうですね、はい、前に来たら足抜けて、そうですね、抜けてき始めてますね、はい、さらに組み直すのは小寺、残り時間も、どうか、どうか、さあ残り時間30秒、さあどうか、いやここお互いにきつい、お互いにきついけど、そうですね、いやここは頑張りどころ、ここですね、坂木さん、そうですね、またぎたい、またぎたい、さあなんとか抜けたいのは上になっているのが坂木原ですね、はい、赤コーナー坂木原、小寺さん、小寺選手も大きい力使っていいですね、はい、そうですね、ここはもう絶対させないと、さあ残り時間10秒わずかだ、わずか、どうだ、いや何気に面白い試合ですよね、これ、いやいや、よかったです、はい、見どころが満載だ、いやさあどうなるかということでございます、はい、はい、今ジャッジペーパー集めております、坂井選手も最後打撃すごい、はい、あの勢いよくてしっかり当てたかったんですけど、 そうですね、それをうまくさせなかったですね、やはりあの1ラウンド2ラウンド通して終始あれですね、その小寺選手が蹴り足をキャッチして倒す、いや、というそれにつきますね、はい、そこがキャッチングがすごく得意なんでしょう、ね、さあどこをどう評価するかということも見ものでございます、集計結果を発表します、ジャッジ A 20対18、ジャッジ B 20対18、ジャッジ C 19対19、以上2対1青コーナー小寺選手の勝利です、はい、今リングの方は2対1と言いましたが2対0ということですね、19対19、はい、はい、小寺選手の勝利、ね、この、20対18、20対18、そして19対19なんですが、この差がついてもやっぱりあれですかね、そのポジションであったり、そうですね、やっぱキャッチして、はい、こかしたのが、はい、やっぱ大きいですね、なるほど、最後フロントチョークに、はい、あの入れて、うんうん、あのキャッチが入ったの、はいはい、なるほど、いやでもあれですね、坂木原選手も小寺選手もこう明るいですよね、この未来が明るいというか、はい、すごいいいファイターになるんじゃないかなっていう、いや本当ですよ、はい、21歳と16歳、そうですね、 YSA の小寺と、確かアルファの坂木原でございました、はい、そしてこちらが海藤かける、はい、野球歴12年、はい、すごいです12年、20歳、20歳同士の戦いですね、そうですね、はい、和術研修会ゴッツの山内ルシア選手、いや、いい体しております、いやすごい綺麗な体、はい、画面左側が山内、画面右側が海藤、そうですね、ビギナーシュートバンタム級 61.2 キロ以下ですね、2分2ラウンドの試合でございますね、ラウンドは、はい、始まりました、お互いリーチが長そうな、おーナイス、フックからいいタックルです、うまい、あバックマンの速いですね、速いですね、山内、まあ、バックショック得意なんでしょうね、はい、4の字上になってる山内はこうバックチョークを狙いに、これ4の字もしっかり入れてるんで入ってますね、足がさあ伸びた伸びた、さあなんとか逃げたい、カイト左手しか掴む、はい、そうですね、そのこれはまだ入ってない感じですね、まだ完全には入ってない、はい、うまく右手で、はい、あのカイト選手がディフェンスギリギリしてるんですね、あそこで組ませないように後頭部に回せないようにしてるということですかね、はいはい、右手が要ですね、はい、あの右手しっかり押して、
はい、今バックチョークを、食らってるですね。回答はなんとかそれをこうさせないようにしてるんですね。左手をあれ以上入れさせないように、はい、今右手で回答選手が押してるんですけど、ただこの足がすごいですね。4の字ロック4の字ロックはこれ、はい、本当取れないんですよ。なるほど、僕も大好きなんですけど、はい、この4の字ロックが、はい、4の字ロックは本当にあの握れないです。これでガッチリ決めて上になってる山内がなんとかこの決めようとしてるっていう形なんですが、それをさせないのが回答。あ、でもうまくディフェンスしましたね。はい、さすがです。4の字ロックの解除方法としては、はい、上にも登ってってブリッジのように上がってって、なるほど、腰を 切っていくんですけど、あ、なるほど、このふ、はい、なかなか切れないんだけど、こう上に上がっていって、でなんだか腰の位置をずらしていくんですよね。なるほど、徐々にうまく一気に回転して整体するんですけど、はい、ただやっぱりあれですね、2分2ラウンドなので、こう短い時間だとこれ1回決まっちゃうと時間がなかなか、本当ですね、4の字1回取っちゃうと、もうそのラウンドはもう、はい、取られちゃうということですね。だからあれですね、回答としてもこのラウンドはまああれだとしても、なんとかこう決めさせない、そうですね、決めさせないで次のラウンドに向けて、はい、そうですね、あと10秒だったら、はい、休憩して次に取るっていう作戦に出ますかね、はい、自分だったら。そうですよね、ここはなんとか防御に徹する時間にして、次も、そうですね、そうですね、残念見どころですね。だから今度あれですよね、その例えばライジンでいうとトータルマストで、ここでいうとそのラウンドマスト、はい、そのラウンド、今のラウンドでいうと山内が選手が取ったと思うんですよね。なんでもう海人選手はもう勝つためには、そうですね、ここでもう次行くしかないですよね。はい、次のラウンド圧倒するか KO 勝ち一本勝ち、そうですね、はい、圧倒したとしても、あの、まあ、ドローという形ですね。そうなんですよね。で 勝ちに行くということを、だから KO 一本を狙いに行かないと、そうですね、おそらく次のラウンド山内選手は、はい、多分今のと同じ展開を狙ってくると思います。おそらくバック狙ってくるんじゃないかなって、あの手足長いですかね、はい、山内選手は。山内選手はそれを防いで、はいはい、打撃いくか、はい、ナイスロー、ナイスロー、緑多分組みに行きますね、はい、山内選手はどっかでうまく狙ってますか、ここです。これ今いい感じで梶選手が今、そうですね、はい、前を開けてるんで、あー、うまい、おー、うまい、おー、さあタックル、また同じパターン、そうですね、これが得意なんですよ、ね、はい、サトル選手がおっしゃるようにこれですね、これを狙ってると、このこっからバック取ってから4の字に入るムーブが早いんですよ、はい、今4の字フックさせないように、はい、斉藤選手が足でディフェンスをしてるんですね、はい、うまくかけて4の字フックを今度はさせないようにしてるんですけど、はい、でここ早めに海藤選手はもう、はい、あの整体したいです。そうですね、体を今背中疲れてるのをこう向き合いたいと、そうですね、はい、あの一気に回っちゃった方がいいですね、はい、こうやって今手を取ってるんですけど、はいはいはい、山内選手が内側から、あっと、あ、そうですね、これは入っ、また入っちゃいましたね、入ってしまいましたね、もううまい、うまいですね、残りが上手だということでしょうか。僕もこの動きが大好きで、はい、よくやるんですよ、はい、4の字はもう相手に何もされないので、だからで、あの殴られるのも、まあ、あまりないですよね、こう後ろにこうやる部分では、ね、あと休憩できるんで僕大好きで、なるほど、僕あんまスタミナないんで4の字で休憩したいんですよ。やっぱ休憩大事ですよね、大事です、はい、ポジションでいかに休憩するかっていうの、あ、今首、さあこれで体をもう一回そのまま潰せ、潰しとけ、もう一回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 、この回転してこうなんとかこう外れていくものですかね。あ、回転した際で向き直った、はい、あ、今ちょっと右手負荷がありました、ね、さあ、おっと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 、おっとさせないのが下になってる回答、ただ山内が決めにかかる、決めた、決まった、海津さんにもディフェンス良かったけど打撃も一回ストレート当てたんですけど、いや、山内選手がそこを頑張ってバックまでまた、そうですね、得意なポジションに持ってって、はい、2ラウンドのこう最初あれですよね、本当にカイトの打撃がそれと当たったんですよね、はい、当たりましたよね、しかもうまくタックル取れない前も取ってたんですけど、はい、山内選手がその中でもしっかり、そうですね、得意なタックルからバックの4の字までムーブを持ってって、ね、ちゃんとその2分というものをこう使い切ったというような形の勝利でございました。山内ルシアですね、バック1本勝利でございました。いや、面白かったですね、今の試合も、はい、リプレイ映像もございます。これ本当にビギナーに思えないな、全部なんかめちゃくちゃ強く見えるんですけど、なんかいや見てて勝てる気しないですね、なんかいや、みんな強そうですね、佐藤さんが勝つのね、いや、本当みんなすげえ強そうですね、はい、すごいですよね、はい、みんな強い、やっぱり
そう社員ゼロワンにそういう方を集めてる可能性もあるんですね。ですね、はい、代表の小暮さんが小暮さんが、はい、集めてるんじゃないかなと思いますね。お代表の、はい、僕の先輩です、小暮さん、はいはい、社員代表、はい、佐藤さんもあれですよね、この間 のクロスオーバー刑事で井上優作さんのセコンドにも疲れて、はい、お忙しいし、またクロスオーバーの方もよろしくお願いします。はい、ぜひ、はい、ぜひお願いします。バンタム級、そうですね、ビギナーシュート、ね、バンタム級 61.2 キロ、そうですね、2分2ラウンドでございます。画面右側が天野、画面左側が清水ですね、清水は、腰越え道場、画面右側の、はい、天野がリバーサルジム立川アルファですね、はい、さあここまで見るとやっぱりこの2分を2ラウンド戦い方っていうのはもう少し、あ、そう考えないと、そうですね、うまくお互い打撃当ててますね、パンチうまいですね、お互いに。清水選手、そうですね、飛び込むような形の天野選手の的確な、はい、的確なパンチがいいですね。そうですね、マークフック当てて、はい、合わせるっていうような、はい、フェイントを持ってナイスロー、ナイスロー、狙いすぎんな、狙いすぎんな、ちょっとセコンドの狙いすぎだということで、さあ組んできたのは清水、はい、しっかり刺しましたね、はい、右を刺して早めに対応したいですね、天野選手は。そう、右手深く刺そうとしてるんですけど、はい、これ右手を入れたいですね、右手を差し返したいですね、こう差し返したいんですね、差し返して清水は、はい、で差し上げたいですね。ああ、刺しましたね、入った、右腕が入った、そうなると、はい、ケージに押し込めると、押し込めて、はい、でまた差し返しましたね、はい、清水選手が。さあここのケージ際の攻防というか、もろ差し取りましたね、はい、取りましたね、はい、天野は。さあこうなるとそのケージを選手する清水はどうしたらよろしいですか。腰を思い切ろうとした場合ですね、はい、それは今浮いちゃってる腰を、そうなんですね、はい、倒されるとしたらもうクロスガードに入って、はい、フロントチョクとか。さあそうですね、首が狙えそうではあるが、残り時間30秒、うまくバランス取ってますね、はい、うまく腰を落としてバランスを、はい、ケージをうまく使って、はい、そうですね、バランスを取るんですけど、はいはいはい、うまく使ってますね。なるほど、その清水はそのケージを背に、バランス取ってる。おっと、うまくディフェンスしましたね。残り時間15秒、さあここで、おっと、いいオーバーフック、良かったですね。お、あ、うまくですね、清水選手も今のワンツー良かった。おーって合わせる、いやー見応えありますね、はい、いやーここまでの今の1ラウンド見て佐藤さん、いやー、やっぱそのケージ側の攻防というか、そうですね、うまく、はい、もろ差し取ったんですけど、はい、うまく対応しましたね、清水選手が。まだその大きな差っていう点ではまだなんとも言えないですよね、はい、手札も、はい、特にはギリギリ清水選手が耐えたので、はい、ただその天野 のセコンドである金原さんが、そう、狙いすぎって言ったので、そのパンチをこう狙っていた天野、あ、そうですね、はい、でこうフック系のこう清水っていうような打撃展開でしたね。そうですよね、まっすぐ伸びるようなパンチを打つのがこう天野だったということですね、はいはい、さあ残りラストラウンドなのでどう差を出していくかですね、はい、明確に取りたいですね、はい、2分しかないですからね、はい、前へ詰めていくのは天野ですね、天野選手このフックがうまいです ですね、的確に当てるのが。清水選手はワンツーと入り込んだまっすぐのパンチが、はい、フックな感じが、はいはい、あワンツー当たるか。清水のあのパンチがこう入るとちょっとこうまた流れが変わりそうですね。そうですね、はい、さあこのままですね、やっぱりこう少しお互いこうスタンドで、はい、スタンド勝負で、はい、行こうとしている形が見えますが、前に出てくるプレスかけてます、ね、はい、プレスかけてるのが天野、清水選手に合わせた。ここからテイクまで繋げれたらいいですね。なるほどなるほど、はい、清水の打ち合いの中からはい、テイクジャブうまく出てますね、はい、そうですね、はい、うまいですね、うまいですね、ここから繋げたいですね、はい、清水選手はナイス、はい、いい、さあ上下強力なロー、強力なロー、これはロー強力でしたね、はい、でも今清水さんいいとこ、そうですね、しっかりもっと深く刺したいですね。なるほど、はい、ここで体を、いやこれは最後手が取りたい、はい、
ティックダウン取りたい。ティックダウン取るか、もう離してパンチ、ね、パンチいっちゃうか、はい、この形だったらテイクさせるか、また打撃で残り30秒なんで、そうですね、離して、はい、離して一気にパンチいくか。あ、でもいいとこ取りました。さあ、さあこのまま後ろに回ろうとしたのは清水がバック取ろうとしてですけど、そうですね、今清水さん、清水選手がです、ね、はい、バック回らせないように潰しましたね、はい、ただ、天野がさせなかったというような形ですね。さあ残り時間がでも10秒なので、このまま、そうね、本当はこれパウンド最後打ちたいですけど、はい、これはルールがないそうなんです、はいで、はい、最後はパウンド打ちたいなと思うんですけど、ただ膝を入れたのが天野、失礼、清水でしたね。さあこれは結構難しいですよね。そうですね、どうでしょう、印象で分かれるかもしれませんね、これは。そうですね、はい、清水翔星、腰越道場、はい、そして天野匠、リバータルジム、立川アルファ、この試合が天野選手の最後のローキックがすごい良かった、はい、いや良かったですね、はい、結構ハイに最初行って意識いったのだろう、そうですローと、はい、あの印象が結構強かった、ね、そうですね、なるほど、はい、あの思い切りの良さが確かにそうでしたね、はい、ジャッジ A 18-20、ジャッジ C 19-19で、パスコーナー天野勢いとかも良かったですね、はい、18-20、そして19-20、そして19-19で、ドローで、はい、だったのが2-0なので、はい、天野匠選手の勝利ですね。ここですかね。ここだと思いますね。この連打のロー、これ効きましたね。これはこれ嫌ですね、これ痛そう。これはいや痛そう。やっぱ足流れてますんで、3発ここからハイキック、これは嫌がった清水というような形で前に出てきたっていう感じです。いやあれ痛いですね、はい、見てるだけで痛いです。いや痛いです本当に、はい、そして佐藤さん、もう第9試合ですね。なんかもうめっちゃ早いですね、はい、早いんです、はい、はい、ビギナーシュートバンタム級 60.2kg 以下、2分2ラウンドですね。青コーナー渋沢徹、フォーランバスですね、そして赤コーナー山本誠、リバーサルジム東京スタンドアウトでございます。画面左側が渋沢、右側が山本でございます。ジム名フォーランバス、そしてスタンドアウトですね、はい、さあ、ジョージオーバー、オーバー、すごい、いや、すごいオーバー、すごいいいですね、今のオーバー、いや、この今のは今のオーバー効いたダウンというよりも、これちょっとちょっと転がった感じ、そんな感じですね、うまい、ただ足を、そうですね、お互いが決めにかかろうとしている、このルールがアキレス腱はありなので、はいはい、ヒールはなしなんですけど、ヒールはダメですね、アキレス腱は OK なんで、はい、うまくいい形ですね。おっと、これちょっと入ってるような気がするんですが、いかがですか。もうしっかりクラッチ組めたらいいですね、はい、あの左手と、なるほど、今片腕だけですからね、はい、うまく足を挟めないように、はいはいはい、今山本選手が足を掴んでるんですけど、はい、これで足をしっかり挟められてクラッチするときついですよ、はい、なるほど、この両足が、その渋沢の両足がクラッチして、うん、そして、両手でアキレス腱を解除して、しし、ね、はい、残り時間1分です、まもなく1分でございます。コントロールうまいですね、まあ、柔術グラップリングを4年間、はいはい、そうですね、はい、なんで寝技が得意なんでしょうね、はい、画面で今上になっているんですね、渋沢ですね、はい、下になっているのが山本でございます、はい、いや、渋沢選手がグラップリング4年、柔術もされてて、はい、はい、45秒、残り45秒。さあ、ここのこの一発目のあのインパクトもなかなかすごかったんですけど、いや、すごかったですね、お互いに見事ありますね、はい、得意なと、さあ、体入れ替えたのは山本、お互いにいい見どころが、はい、そうですね、はい、本当に。ただあれですね、渋沢は今度下から何か狙う可能性もありますよね、そうですね、はい、さあサイド、あ、バック回りたいですね、このまま、はい、首を掴んで回さないようにしてて、そうですね、今渋沢はバックに回ろうとしてるのをさせない山本というような形ですか、はい、ちょっとここは根性勝負ですね、はい、バック抜くか、抜けられるか、これはでもどうか残り10秒ですから、やった開始、うまい、いや、柔術ムーブうまいですね、押してもダメなら引いてみなっていう感じでしたね。いや、本当に柔術はもう本当に、はい、そうでしたね、それが大事ですね、はい、1ラウンド、はい、これなかなか最初のあのパンチ、衝撃でしたね、はい、
昨日の怪物くんのあのパンチかのような、はい、本当に高いところのフックでございましたね。いやあのオーバーフックは一発で決まりますからね、はい、ただ今のこうダメージがあったかどうかっていうのはちょっと分かんないですね。今リプレイで、はいはい、でも結構当たってるように見ましたね。そうですよね、はい、リプレイ映像ございます、はい、これはなんかラリアット気味でしたね。ラリアット気味に入ってますね、はい、そうですね、思い切りがいいですね。どちらかというとこうハルク・ホーガンではなくてスタン・ハンセンのラリアットですね。はい、そうですねすいません、プロレスも好きで、いや大好きですよね。大好きなんです、はい、セコンドアウト、セコンドアウト、はい、そして最後の最終ラウンドですね。渋沢徹 VS 山本誠の試合、さっきのラウンドどっちに入るんだろうと思って、オーバーフック、そうですね、分かんないですよね。渋沢さんがうまくアピールして、はい、そうなんです、そうなんです、お互いにいいところ、はい、得意な分野が、はい、さあ最後のラウンドなのでこの2分どう戦うかによって大きく変わると思います、はい、さあ前に出るのは渋沢、おっと、おうまい、このフックの勢いがいいですね。山本はいいですね。なんとか渋沢さんは、はい、得意な寝技に持ち込みたいですよね。そうですね、どこかでうまくくぐって、やはり寝技、おっと、そうですね、これ離したくないですね、はい、これ渋沢選手は離したくないはずですね、はい、次に山本選手は早めに、そうですね、解除して、そこから自分から、まあ、テイクダウンも狙ってますね、山本選手も、はい、ケージ寄せにしている山本的にはこれはやっぱりこう体を入れ替えたいと、入れ替えたいですね、はい、さあこの攻防も残り時間がお互いに指している方に回っていきたいですね、はい、あ、なるほど、なるほど、手を指している方に回っていきたい、はいですね、山本選手は右手の方に、まあ、右側に回っていきたいと、はい、こういうことですね、はい、これで体を入れ替えるとか、渋沢選手はそれをさせない、はい、渋沢選手はあとバックも取っていきたいですね、はい、バックも狙いながら、なるほど、後ろに回るタイミングですね、はい、バックも回りながら、はい、で足かけたりして、はいはいはい、バックとテイクダウン両方狙ってきてる、はい、ナイス膝ですね。でも後方に回って、もうあと40秒うまく切りましたね、引っ込みましたね。残り時間40秒、さあ上になっているのは山本、下になっているのは渋沢、ただ下から渋沢が先ほども狙ったかのように、はい、はい、そうですね、スイープするか足、そうですね、足かん三角、うまくスイープし、はい、これですね、入れ替える、これです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 、柔術ムーブという、もう一気に柔術、ね、はい、マウントポジションでこのまま、これ残り20秒なので、山本選手思いっきりブリッジしたし、もうここはもう暴れちゃった方がいいですね、はい、そうですね、暴れて暴れるしかないですね。渋沢選手は最後キャッチまで行きたいですね、はい、渋沢選手は決めて、そうですね、最後キャッチまで入れれば、さあこれ、これ根性、山本ナイスナイスですね、この根性は、お互いナイス根性、いや素晴らしい、面白かったです、いや力入りますね、はい、いやもうお互い頑張れって思いますね、なんか解説は。そうですね、二人とも、はい、もうできたらできたら、サトル選手、はい、泣いてませんか？いや泣いてない泣いてない泣いてない、はい、ちょっと泣きたい、はい、ちょっと泣き、感動しますね、でもなんか感動しますね、解説入るとなんかすごく気持ちも入りますね、なんか、はい、いやこれあれですね、社員ゼロ通だったらもうこれサトルさんです、でもいろんな選手やっても楽しいですね、そうですね、そうですね、さあ判定、はい、あります、集計結果を発表します。ジャッジ A 18対20、ジャッジ B 18対20、おジャッジ C 18対20、あやっぱ打撃が手を持ちまして、赤コーナー山本誠選手の、やっぱあの、はい、やっぱあの打撃が評価されましたね、そういうことですね、あの一発目のあれですね、最初のあれが印象が良かったですね、はい、いやなるほど、でその後のそのなんて言うんでしょう、柔術ムーブだったり体入れ替えたりとか、はい、良かったんですけど、はい、そういったところでこう渋さんの強さが出てたんですけどね、マウントも最後取ったし、なんですけど山本選手のやっぱ打撃の方がやっぱ印象が、はい、そうですね、またその先ほども言いましたけども、そのダメージ、ダメージに近い攻撃ですかね、それが優先されるということなので、今はその打撃のダメージの、はい、が結構判定に一番あの高く評価されるの で、 そうです、ね、打撃のダメージが、はいはい、これですね、このフックも、これですね、このフックの連打も、これも山本は打撃、ね、体の使い方がうまいですね、はい、フックの連打の、あ、打撃が、はい、そうですね、そして、第10試合ですね、こちらがですね、斉藤博夢、ベルター級大きいですね、はい、そうですね、2人とも YSA 斉藤博夢、画面左右側ですね、はい、リバーサルジム東京スタンダード、身長すごく、舘慎之介185センチも、はい、舘慎之介選手右の、185、すごい大きいですね、柔道出身、ね、そうですね、柔道やってますね、
斉藤選手は MMA2 年、はい、やってるということです、はいはい、一戦一勝してますね、はい、斉藤選手は。あ、ナイスロー、さあロー、いいですね。斉藤選手はちょっと、はい、中入っていきたいですね。相手の長い距離に合わせない、そうですね、ナイスキャッチ、おー、はい、ナイス、長い足、ただ立ち上がるのも早い、タチリカバリー早いですね。このタチのこのリーチの長さ長いですね、でもキャッチがうまいです。そうですね、はい、さあ、でも後ろ回ったのが、そうですね、しっかりフック入れて、フック入れて斉藤選手しっかりクラッチしたいですね。お、来ました、キャッチがうまいですね、はい、さっきから斉藤選手は。そうですね、斉藤選手うまくキャッチして、さあ、暴れてるのがタッチですね。お、ナイス、解除させて、こう高身長なのでこうチョーク、あ、今ガブってますね、はい、ガブガブって、おっと、おスタートから見応えがある。面白い、残り時間1分ですね、勢いがすごい。さあ、タッチ慎之助、それに返す斉藤、もうすごいお互い打撃する、打撃する、あと今入ったんじゃないか、見応えが、お互い一歩も引かない、お互い引かない、そうなんですよね、お互い一歩も引かない。斉藤選手もガン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 いきますし、タチ選手もガンガンいきますし、そうですね、待って、いいフックだ。斉藤選手はその中でもテイクダウンも狙っていきたいですね。そうですね、これですね、足持って、いや、これは大きい、これ大きい、はい、今これ上取れたの大きいですね、これは大きいですよね、はい、今の中を、中で残り時間30秒で斉藤選手が足をキャッチ、溶かすというか、いやー、すごい、1分半ずっと打ち合ってましたよ、はい、そうですね、すごいですよ、しんどいですよね、しんどいとはね、はい、残り時間15秒となります。さあ、このままその印象的に、まあ、そのテイク、ダウンを上になってるその斉藤、ね、テイクダウン取ったのですよね、もうどっちかというと高選手が最初打撃をちょっと当ててたようにも見えるので、はい、はい、そうですね、はい、まあ、審判によって、はい、ダンジャーの終了です。おっと、血が流れてますかね、はい、鼻血でしょうか、はい、血が苦手な方はですね、ちょっと目を閉じていただいて、私たちの声、私とサトルさんの声を聞いていただいて、そうですね、血が結構、はい、そうですね、斉藤選手どうですか、ね、の方の血がついたのかな、はい、そうですね、出血が苦手な方はですね、自分の血ダメなんですよ、はい、ダメですか、さ、自分の血は大丈夫なんですけど、はい、他人の血、人の血はダメなんですよ、自分の血は全然見れるんですよ、はい、あ、そうなんですか、そうなんですよ、でも人の血はダメなんですよね、自分は、はい、あ、やっぱそうですね、鼻血ですね、はい、あ、ダメですか、血ダメなんですよね、なんか、はい、自分の血はなんか全然大丈夫なの、あ、やっぱそういうのあるんですね、目頭から吹き出たことあるんですけど、血合いで、そういうの大丈夫か、大丈夫か、ピューって出て、出てんなみたいな、それは大丈夫だった、大丈夫、あ、その1回だけ、あ、すみません、すみません、すみません、なんか変な話を、いえ、すみませんでした、はい、血も無事に止まってますので、目閉じてる方はですね、目開けていただいて、はい、はい、ラストアウトでございます、はい、斉藤 VS タチの試合でございます、タチさんすぐ行きそうですね、はい、タチ選手はすぐ大行きそうですね、やっぱさっきの疲れましたよね、そうですね、疲れてる感じがありますよね、すごい打ち合いましたね、はい、いいフック、そうなんです、斉藤のこのフックがすごいんですよね、ロシアンフックみたいな、本当に勢いが、はい、勢いがいい、ただ前に前に行くとタチ、さあ、これ後ろ首投げ、首投げ、ただ体入れ替えた、おー、上取った、さあ、上取ったのは斉藤、はい、斉藤選手がサイドバックですね、サイドバックですね、サイドバックですね、こっから、はい、そうですね、バック行くか、はい、はい、転がして上取るか、はい、まあ、バックが一番、はい、無難かもしれませんね、ただこの、これはあれですか、下になってるタッチはこう手を、そうですね、くぐって、はい、相手の脇の下にくぐって、はい、左手をくぐって、はい、でスタンドに戻したいですね、なるほど、体を入れ替えるための、そうですね、はい、動きをしようとしている、させないようにうまくクラッチしてるんですけど、はい、これですね、あ、これで、はい、これですね、残り時間1分、いや、これ効いたいですね、そしてケージまで行き、ここは力使う、お互いに力使うとこです、ここは、なるほど、残り50秒で、ここですね、ここで、あ、今左足絡めたんですけど、そうですね、斉藤選手が、斉藤選手、これやると、はい、なかなか握らなくなる、なるほど、この斉藤選手の足かけたことによって、おっと、外れた、最後このもう力使って効いたいですね、ここなんとか入れ替え外して、そうですね、斉藤選手はそうです、後ろに倒したいです、はい、なるほど、離した、さあ、おっと、さあ、打撃でいったら、タッチ選手が行くしかないですもんね、今入った、タッチのこう入りましたね、はい、こうリーチを生かしたこの攻撃ですね、ま、はい、っすぐの、さあ、いいミドルだ、キャッチ、キャッチ、キャッチ、さあ、うまい、取った、これ斉藤選手のこの蹴り足キャッチしようと、これはもう行った方がいい、残り15秒なので、残り時間15秒、すぐ
さあミドル打ったら斉藤最後打っちゃい、おっと右フックズはタチ前蹴りワンツー、前で前で、そう素晴らしい打撃だ、すごいな、見応えありましたね、はい、今のは第10試合ですね、ビギナーシュートウェルター級の試合、さあ打たれても手ついてももう、はい、やりきったって感じがもう、そうですね、2人とももうこれは2分2ラウンドのよっこれ親友になるんじゃないかっていうような、いや本当ですね、はい、いやこれも1週間ぐらい仕事休んだ方がいいですね、これそうですね、はい、1週間は休んだ方がいいと思います、はい、サトル選手、はい、からの、あのメッセージでございます、こんな打ち合いしたらもう、さあ判定ですね、この後集計結果を発表します、ジャッジ A 18対20、ジャッジ B 18対20、やっぱ打撃が評価されましたね、はい、結構サイ選手の的確な、以上3対0をもちまして、アタコーナー、うん、タチ新之助選手の判定勝ちです、はい、タチ新之助ですね、リバーサルジム東京スタンダード、これあれですかね、佐藤さん、やっぱりあの打撃、そうですタチ選手の、はい、でまあ、打撃が的確にやってたのがタチ選手、そうですね、タチ選手もテクダウンとか取って、はい、オーバーフックもあったりしたんですけど、非常にうまかったですね、はい、やっぱりあれですね、そのまっすぐな、そうですね、はい、的確性でいうと、はい、ということのこのダメージっていうところ、またダメージに近い攻撃っていうところを取ったということですね、斉藤選手は一歩も引かなかったですね、ですね、その一歩も引かずに蹴り足をキャッチしてこかしてテイクダウン、はい、 そうですね、そういった斉藤博文の素晴らしい戦い方っていうのが見えましたね、はい、ありがとうございます、そして佐藤さん、はい、この後11試合なんです、あと6試合なんですね、めちゃくちゃ早い、はい、そうなんです、いや見応えがすごくて、はい、この後ですね、シュートグラップリング、はい、今度グラップリング、グラップリングなんですね、はい、ライト級、ライトヘビー級ですね、93キロ以下の、4分1ラウンドです、皆さん4分1ラウンドの試合でございます、はい、はい、だから今またグラップリングも非常にこう盛んですよね、本当にいろんな大会が開かれて、はい、それこそファイティングネクサスもそうですし、はい、アンライバルド、そしてレベル G なのかも、はい、始まりましたり、はい、やっぱりシュートも前からありますもんね、グラップリング、はい、日本のグラップリングレベルが上がって、はい、そうですね、これ世界で活躍して選手が増えてほしいですよね、はい、そして今リプレイ映像、先ほどの斉藤選手と舘選手の、リプレイ映像が流れております、はい、こう前に前に出ていきましたね、タチ、そうですね、これ良かったですね、これワンツーが、そうですね、勢いがすごい、はい、タチ選手の的確性と、そうですね、こうやって合わせて斉藤をこう前に出たり蹴り足をキャッチしたりっていう、はい、今あれですか、まあ、チーフ、チーフ、あ、そうですね、違う、結構、はい、斉藤選手が、はい、出血されたので、いや心配になっちゃいますよ、はい、なんか試合ですね、なんか怪我がなければ、はい、なんて、まあ、鼻を切ったりとかでしたね、はい、北浦博明でございます、北浦さんは、はい、僕がここでインストラクターしてるときによくクラス来てくれて、本当ですか、知り合いで、まあ、はい、このリバーサルジム東京で、はいはいはい、僕あ、なるほど、はい、クラス指導していたので、はい、知っております、すみません、はい、画面右側ですね、リバーサルジム東京スタンダード北浦博明、はい、画面左側がですねルーツ、6号港選手、はいはい、この北浦選手とはその佐藤選手は知り合いですね、はい、港選手はルーツ、はい、あ、ルミナさんのところ、はいはい、そうですね、ルミナ選手ですね、あ、ヤリさん大好きな、もう大好きです、大尊敬、はい、はい、ファンである、おっと、足バレー上手いですね、6号選手、今の足バレー、柔道出身ですかね、そうですね、柔道出身、ね、はい、日本拳法と柔道、はい、今の足バレー綺麗でしたね、上手でしたね、はい、ただあれですね、北浦選手もノーキグラップリングでもこう試合もされてるということで、はい、さあ後ろ、いや非常に、あ、そうですね、北浦選手のコントロールが、北浦選手もうまく手を取ってるので、はい、ここを起点にうまく、そうですね、ロゴ選手の右腕を取ってるのが北浦選手、さあそれでも後ろをさせないようにしているのがこう6号選手っていう形だとは思うんですが、あ、うまくバック、はい、そうですね、バック回りましたね、あ、しっかり、さあ入りましたね、じわじわとの6号選手は、はい、そうですね、
ただあれですか、北村選手としてはこれをこうさせない動き、そうですね、今バックチョークは防いでるので、はい、両手で今6号選手の右手を取ってるんですが、はい、そうですね、これで、はい、あと腰をずらしていきたいですね。なるほど、はい、北村選手は腰をずらして、ね、胸と胸が正対してると、はい、どうしてもばっかり逃げれないので、なるほど、それをずらすってことですね、はい、上に登っていって、はい、ずらして一気に正対したり、なるほど、はいはい、同じ位置にやると動かないということですね。受けれないので、はい、手取ってますね、そうですね、非常に6号選手がこうコントロールしているような、ムーブが綺麗です、そうです、綺麗ですね、はい、回転体主義っていうような感じですね、回転体ですね、ここの回転台をどっかで、はい、途切れさせたいですね。そうですね、これは北浦選手としてはさせないような、さあ今もう立ち上がっていった方がいいですね、北浦選手は。なるほど、立ち上がっていった方がいいですけど、うまくアームロック、さあ腕を狙っているのは6号ロック、さあ北浦選手はまだしっかり腕は入ってないんですけど、うまい、あ、うまい、こっからしっかり深く、さあ、あ、この形いいですね、この形、ね、いい形取りましたね、ここから、あ、うまく潰されちゃいましたね、はい、あ、アームロック、おー、どうだ、やった、一本勝ち、北浦選手が一瞬潜ってディープハーフみたいな形になったんですけど、はい、そこからうまくアームロック取って、そうですね、はい、あの潜る形になった時のギブアグみたいな、はい、アームロック取られちゃうことが多いんですよね、はい、あの形は。いや、でも北村選手はその入れ替えて下になった時の足を、あの形なんか非常に上手でしたよね。そうですね、あそこ作りなかったんですけど、はい、その上を6号選手 が、 そうです、ね、選手がすぐそこからアームロック取って、はい、いや見応えのあるグラップリングでございました。6号選手うまかったですね、はい、そして試合はどんどん進んでいきます。アクコーナー運動スキル3元選手続く福村エリカ選手、はい、赤コーナーグッドスキル3人で、芹沢さん、芹沢選手、そうなんです、あ、大試合見えた、そうなんです、先ほどの、はい、サミット MMA ですね、芹沢真帆選手 VS、はい、赤コーナー福村エリカ、はい、はい、グッドスキル3元者ということでございます。そして、その青コーナーの芹沢選手は、試合今日2試合目ですね、はいはい、大試合見えた、参戦していただいて、はい、これはビギナーシュート女子ストロー級 52.2 キロ以下2分2ラウンドでございます。これやっぱり 2試合やるっていうのはまた違いますよね。はい、そうですね、はい、すごいですね。ジャッジ、ただですね、この福村エリカ選手右側、はい、そう、前に出てきた福村、すごい福村、はい、さあ前にワンツーワンツーダウンスダウンウィップ、投げ金自信あるんですね、これは。そうですね、はい、ガブった、ただ柔術が得意なんですね。あ、本当ですか。ただこの今前にいた、おっと上になってるのが福村、この福村はですね、 K-1 チャレンジにも試合してるということなので、本当ですか、柔術の試合も、そうなんですよね、柔術は結構多いですよね、試合が多いようですね。腹ばいになるつもりで、真帆腹ばいになる、そう、はい、左の差し手を効かして腹ばいになる。さあ芹沢真帆選手のセコンドの声がすごく、動け真帆、さあ今上になっているのが福村選手、下になっているのが芹沢選手でございます。芹沢選手は潜っていきたいですね、はい、足絡めて、なるほど、潜っていきたいんですけど、はい、ブリッジ両手でこちらプッシュしろ、そう、暴れそう、クローズにしていいよ、うまくブリッジしました、動け動け、はい、ただ福村もそうさせないというような、はい、はい、サイドポジション、ブリッジ抑え込みの力が強いですね、マウントポジション、さあマウントだ、ただブリッジを、ブリッジで暴れる、さあこう両手を上げて、ただ決して煽ってるわけじゃないですよね、バランスを取ってるようなですよね、両手広げる、はい、さあ残り時間40秒、さあどうするかということですね、ここからこれちょっと腕取られたくない、はい、これは狙ってますか、腕取福村、はい、はい、福村は腕を狙ってる、残り時間30秒ある、脇締め、しっかり脇締めながら、はい、そうですね、脇締めながらブリッジして足を入れて、入れていきたいですね、はい、ただあれですか、この刑事際っていうのは非常に難しそうですね、ブリッジしにくいですね、はい、ここどういくかっていうところもありますね、腹ばいな、一気に腹ばいになる、ただこのポジション的には福村、福村が、コントロールしているというような感じで、さあ、ね、このままチョークに、浅いように見えるんですけどね、これはただこの形的にやはり佐藤さん、はい、非常にこの福村がコントロールしていたようにも見えるんですが、そうですね、はい、勢いが最初パンチでいって、そうですね、あ、なんか大気得意な選手かなと思ったら、はい、
寝技も綺麗なムーブで。そうなんです、はい、ただこの2人16歳と22歳、はい、画面右側の福村が22、はい、左の芹沢が16と。16歳高校生ですよね、はい、また年の話しちゃいました。すいません、そういうのもいいですね。いや、いい選手ですね、はい、いやでもその16歳で高校生ですよね。そうなんですよ。それでこういう舞台に出るってなんかもうそれだけで尊敬します。恐ろしいですよね。いやすごいです、なんかもうそれだけで尊敬しますよ、はい、本当に。ただ身長でいうと10センチ差ですね。画面左側芹沢の方が10センチ大きい。芹沢選手の方が10センチ大きい。そうですね、このリーチをちょっと取り返したいですね。そうですね、してここは何とかして、はいはい、芹沢選手もう行かないとですね、はい、そうですね。なんで自分から前に行くのは福村、はい、その周りをサークリング。あ、うまい、いいじゃん、いいじゃん。あ、うまいですね、いいですね。この勢いに巻き込まれちゃいますね、はい、芹沢選手は走って走った。はい、左回り刺されるんだ。はい、打て、そう、いいよ。さあ、いい、そう、右フック、右、芹沢選手すごい打撃に綺麗な、そうですよね、はい、どうしても勢いがすごくて、はいはいはい、福村選手の、おっとダウン、おっと右ストレートか。いやさあストレートのパンチが入ったように見えたんですね。ちょっと心配になりますね。ちょうど私と佐藤さんが今ちょっと音量のところでちょっと見えたり見なかったりしたんですよね。はい、いやストレートちょうど真ん中に入っちゃったんですね、はい、いやいや強いな。KO 勝ちですね、はい、これはちょっとこの後にリプレイ映像が流れるかもしれません。ただ皆さん期待しないでください、流れないかもしれませんからね。あ、流れない、はい、はい、流れますね、これ。いやー、ストレートですかね。さあローに合わせてストレート、ー真ん中入って、これも入ってますね。そうですね、この後か、このちょっとこれでしょうか。あ、入ってますね、このストレート。いやー、やっぱめっちゃ心配になりますね。はい、今ちょっと今鼻血も、そうですね、はい、いや続いて第13試合、本当リプレイ映像、鈴木さんありがとうございます。すごいですね、いやなんか羨ましいですよ、もうこのアマチュアの時にも、ね、映像配信と本当ですよ、ね、リプレイがあるなんて、はい、僕の時代は考えられないので、はい、私いやめっちゃいいなって羨ましいです、本当に。話しましたけど、藤見のでしたっけ、アマチュア見に行きました、はい、全然そんなのなかったか、あるはずもないですよ、はい、畳ですしね。13試合目、はい、そうですね、こちら画面青コーナーですね、川村優太 YSA総格闘技歴1年、そうですね、川村選手19歳、はい、そして、画面右側ですね、はい、サブミット MMA 三岡あずみですね、はい、三岡選手19歳、はい、そして川村は画面左側の川村は本日2試合目ですね、はい、はい、そうでございます。勢いがすごかった、そうですね、ビギナーシュートフライ級 56.7kg 以下2分2ラウンド。水岡選手は2回アマシュー出てますね。あ、そうですね、ナイスロー、おっと、さあうまく組をさばきましたね。さあ下がりだからこうさばいてますね、水岡も。さあシンギルレコードタックルを切る、ただ前に行く川村、ね、走りますね、なんとか。そうですね、片足でいいんでしがみつきたいですね、はい、片足で、ね、これ引き上げたいですね、はい、この片足を引き上げたいですね。さあなんとか降下した、ここから左手を差し上げてるので、はいはい、左手を起点に三岡選手はうまくディフェンスしてるんで、はい、これですね、これ三岡の左腕を起点として立ち上がったと、はいはい、また片足タックル、そうですね、川村はですねシングルレッグでなんとかしつこくいこう、さあ今、さあラッシュを打つのは三岡、さあでも返した、川村上になっているのは川村です、はい、さあこれまでちょっと今画面の中で打ってなかったんですが、すごいラッシュでしたね。どうでしたね、三岡が前に来てそれを押し返したというような感じでしたね、押した感じで、はい、残り時間50秒です。さあこのままあれですね、今まだどちらも優勢ではあるんで、はい、なんとも言えないと思うんで、ここで本当に受けたいですよね。打撃対組っていう分かりやすい、ね、分かりやすい、はい、コースでしたね。左足も高い位置まで。さあここは三岡選手は顔をして空間作って立っていきたいですね。はい
これはなんとか立っていこうとし、そうですよね。右手は首ってやっていいから、はい、手首コントロールしよう。下から押す。今度左のお尻ずらして右手で相手の肘か何か印象でもそうですね。そうですね。あと10秒、はい、あと10秒しっかり深呼吸して。さあ残り時間10秒。作られるな。さあまだ、さあ足った川村が残り時間4秒ぐらいの時に足行きましたね、はい、アキレス腱に、はい、ただ印象、こうチャレンジングする印象とやっぱ違いますかね、こうあの今みたいなアキレス腱に最後あやっぱあの、はい、あのやっぱ評価が入ると思います、ね、そうですよね、はい、アグレッシブに入りますね、はい、そうですね、アグレッシブです、はい、関節の形に入るのが、はい、順番としては2番目ですよね、はい、はい、その後この勢いすごいですね、水沼選手のこの打撃の、はい、そうなんですよ、うまく川村選手がこれここでこれで押し返すのは、まあ、ちょっとバランス崩した感じで、はい、そうですね、はい、また打撃対組前半はその川村がその走るようなタックルというかシングルレッグの狙って前に前に行く、そうでしたね、はい、また同じような構図になるのかなってそうですね思うんですけど、見どころですね。打撃になってくるとその三岡がやはりこの前に前にっていう形でしたね、はい、すごく分かりやすい、はい、で2ラウンド、ね、2ラウンド目も多分そうなると思うんですけど、はい、そこをちょっと見ていただけそうですね、たら、はい、打撃対組、はい、多分川村選手はまた組みに行くんじゃないかなと、はい、そうですね、はい、ファイナルラウンドです。画面左側川村、右側三岡、ナイスロー、あーもうナイス、さあ右ストレートもありましたね、あっとうまい、あ取った、ストレートに合わせてタックルですね、ナイスダブルデックでしたね、はい、早めにリカバリーしたいですね。さあこのまま上に、あ、またがれちゃった、さあハーフガード、ハーフガード、さあこれはタックル、おっとマウン、まだ足が入れ替わったが、そうですね、ハーフガードでそうですね、一回固められた、さあブレッジで返し、おっと入れ替えた、はい、三岡が体を入れ替えた、体を入れ替えて、立ってもいいよ、頭下げない、ただ川村もこれあれですからね、はい、寝技得意、寝技得意なので、はい、逆にクロスガードを外して、はい、乗りすぎ乗りすぎだって、そうですよね、うまく三角十字になってますね、はい、足を回してって、はい、今腕を取ってるんですけど、はい、はい、腕十字とかで割ってるのが、そうですね、そうそう、定期で定期で、さあ残り時間が1分、この後やはりあれですか、このあと1分なので、そうですね、三岡選手は、はい、もう逆に立っちゃって、はい、もう大金に行っちゃった、なるほど、もういいんじゃないかなって思いますし、川村選手はどんどん仕掛けていきたいですね、下から、はい、どんどんあの足を登っていって、はいはいはい、足をすくったりして、はい、入れ替えるってことですね、入れ替えたりとか、はい、重心したりとか、はいはい、したいですね、残り時間がやっぱりこう少ないので、ここはそうですね、残り30、ほら、おっと30秒、これ30秒ですね、いいねいいね、さあ、そうですね、水岡選手は下をそうした方がいいですね、さあ、こうですね、多分また打撃対決技の分かりやすい、はい、おっとっと、おっとっと、おっと、すごい、これは上になってるのが三岡、川村選手も最後打ち合いに来ましたね、そうですね、素晴らしい根性でしたね、さあ残り時間10秒、このおっとっと下から狙ってるぞ、下から狙ってるぞ、下から狙う、うまい、川村、さすが、でも1ラウンド2ラウンド、1ラウンドはアキレス腱、2ラウンドはこう腕、はい、あの見せ場はそのあれですね、川村、はいはい、キャッチ直前までは行ったんですけど、はい、打撃は、打撃はそうですね、三岡の印象がそうですね、はい、勢いと、はい、ただダメージであったりダメージに近い攻撃であったかというようなところは、そうですね、あの関節が取られるか、はい、関節の形に入って取られるか、その打撃の、三岡の打撃が取られるか、はい、どっちが、ね、よりあのダメージに入るかっていう、そうですね、はい、多分キャッチまでいかなかったんで、そうですね、関節も、確かに、関節もジャッジ A 18対20、やっぱそうですか、そうですね、ジャッジ B 19対20、はい、ジャッジ C 19対19、はい、うん、以上ですね、2対0をもちまして、ね、赤コーナーやっぱあの打撃が評価されます、ね、そうですね、で川村選手がもっとキャッチまで深く、はい、入れてたら、そうですね、アキレス腱とデジュージーしっかり入ってたらもし、はい、川村選手だったかもしれない、だからやっぱりあれですね、このそのシュートというこのビギナーシュートでやると、はい、リプレイ映像も流れておりますが、短い時間でグラップラーっていうのは本当に決めに近いところに、いや本当決めないと、そうですね、短い時間なので、はい、
でそうするとその打撃の方がまた立っちゃうと。そうですよね。でも昔のルールだと、はい、僕がアマチュア出てた時の20歳ぐらいの時はもう上取って固めてたら、はい、もう勝ちだったんですよ、はいはい、固めてても評価、ね、上ってだけで評価されたんですよ、ですよね、まあ、要は抑え込んでるというような、うはい、で休憩もできたんですけど、はい、でも今はもう違うので、そうですね、フィニッシングに近い形いかに取るかっていう、打撃のダメージとかの方が全然上なんですよ、はい、なんか世界的にもやっぱりそういう照準になってるっていうのは、ね、そうです、はい、そうなんですよ、そうですね、僕がやってアマチュア出てた時と、はい、もう評価が全然違うんですよ、全然違うんですね、はい、でもそのなんていうずっとそのバックでキープしていたらやっぱりそれは有利だったりするじゃないですか。そうですね、またその形っていうのがあるとは思うので非常にまた楽しみなんですが、はい、そして第14試合ですね、残り試合3試合でございます。はい、ビギナーシュートフェザー級 65.8 キロ以下2分2ラウンド、そうですね、画面右側がですね、菅美緑選手ですね、画面左側、あ、失礼しました、画面左側が菅美緑選手、右側が服部蓮選手、はい、2試合目ですね、服部選手が、はい、15歳の服部選手、はい、東京スタンダードですね、服部選手、そして左側の菅選手はですね、グッドスキル、はい、菅選手、43歳、そうなんです、かっこいいですね、はい、15歳なんです、はい、この戦いというのはですね、すごいですね、43歳と15歳、はい、いや、2人ともかっこいいですよね、なんか、そうですね、そして服部選手は本日2試合目でございます、はい、はい、さあここは菅美緑選手が前に出るという形なんですが、はい、さあ大人の力を見せつけているというような形は出るんでしょうか。そうです。さあでも狙ってますね、菅美緑選手、はい、はい、さあここのこのおっとナイスロー、親子ほどの差が、そうですね、それもなんか格闘技の良さですね、そうですよね、そういうのを実現するとか、ただやっぱ若い方が勝つというイメージあるかもしれませんけど、なんとも言いませんからね、はい、はい、菅選手がしっかり前に出てパンチ当てていって、そうなんですよね、はい、服部選手がちょっと後手に回っちゃってるんで、そうですね、どっかで自分のペースに、はい、行きましたね、さあそうですね、前に出ようとしたのが服部でございました、はい、ただリング中央、ケージ中央ですね、はい、菅美緑選手が、はい、さあここをと合わせたら服部、さあ残り時間45秒、さあこのいいインドだ、服部選手もっと入ってっていいと思いますけどね、そうですね、はい、しっかり、はい、だこのステップっていう意味ではこの服部、はい、さあ前にすごい、さあこの殴り合いだ、さあ前だ、さあこの勢いですね、ダメージというより勢いだと、おっと入れ替えたのは菅美緑、はい、いや今の服部の連打やばかったですね、良かったです、ああいう感じで言った方がいいですね、はい、ただそうですね、菅も前に出る、菅も前に出る、残り時間10秒、さあ前に出るのは菅美緑、さあ重たいの、重たいワンツーで、さあローを打つの服部、さあ面白い、いい打ち合いだった、いやこれはあれですね、前に出てくるこの服部の威力というか、その手数の速さに素晴らしかったですね、はい、菅選手がなんかすごい、いやなんかいいプレッシャーをかけてるんですよね、そうですね、はい、なんか不思議なプレッシャーで、はい、なかなかいけない、なんかステップという意味では服部の方がやはりこの、そうなんですね、たけてるっていうところはあったと思うんですけれども、はい、菅選手もジリジリしたプレッシャー、そうですね、ジリジリした、はい、なんかありますよね、で残り時間10秒で前に行くこの菅美緑って、打撃もなかなか面白かったですよね、いや本当ですね、はい、ただ非常に難しいですよね、これ今のはどちらが有利だったかっていう、いやもうほぼ互角ですよね、寝技の攻防もなかったので、はい、あん中でどっちかがうまく大気の内側の中でやっぱ、はい、タックルとかいけるといいなって、そうですね、はい、あそこでそうですね、一つタックル取れるか、足と、はい、そうですよね、そこがまた見たいところですよね、そうですね、はい、流れが入るというか、はい、はい、2ラウンドですね、始まりました、最終ラウンドでございます、画面右側服部、左側菅、なんか先に行っちゃった方がいい気がしますね、はい、お互いに先に攻めていった方が、ここでナイスロー、先に出てった方がいいですね、菅美緑のインローもいいですね、さあこれで入っていけないというところもあるのかもしれませんね、そうですね、はい、そうそう、大きい行った方がいいですね、そうですね、ここの時間がどういくかということですね、正直大きい行っちゃった方がいいですね、はい、先にここでこうチャレンジングするというところが、はい、大きいですよね、この展開だと、さあこのジリジリした中だと、さあ少し遠いか、
服部のジャブも少し遠いような気もしますが、ただナイスローだ、そこに合わせる、ハンのワンツー、そうそう、前に出た方がいいですね、ジャブを打つ服部。さあこの少しずつ距離が縮まっているように残り時間1分、残り時間1分、さあどうするか。あ、この距離感は面白い。さあさあ、もっと、そうですね、そうですね、あ、ちょっと見合った時間が長かった、ね、そうですね、はい、お互い探っているというか、残り時間47秒ありますから、はい、ここでうまく、さあここでペース持っていった方がいいですね。そうですね、自分のおっと出た、ワンツー、すごい勘、ただインローで返す服部蓮。さあ、おい、さあ入ったぞ、おっとジャブがいい。さあ残り時間30秒、残り時間30秒だ。さあ蹴りでどちらもこう試合を作るような、はい、はい、近距離になったらすぐ、そうですね、ここでテイクダウン欲しいですね、そうですね、どちらか、はい。さあ残り時間15秒、これおおっと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 、これがでも一つ決まるだけで違うぞ、最後投げたいですね、どっちか、これで決まりますよね、最後投げたいですね。さあ投げれない、これは難しいな、判定どっちかな、はい、これ、はい、お互いパンチの、そう、ね、当ててた数もなんか同じぐらいな感じがして、ね、ね、はい、プレッシャーかけてたのはどっちかというと菅選手かな、 そうですね、うまくステップ使ってたのは服部選手で、はい、さあこれはジャッジがどう見るかというところ非常に楽しみでございます。そうですね、寝技の展開がなかったので、はい、さあ判定でございます。20対18、以上3対0をもちまして、青コーナー、菅ミラク選手の、やっぱ、はい、やっぱ前、プレスをかけて前に出て、そういうことですね、はい、プレスをかけて前に出てたのはやっぱ菅選手、はい、そういうジェネラルシップが、そうですね、はい、そういうことですよね、はい、まあ、そのダメージ、またダメージ近いというところは、まあ、あの合格だとしても、そのジェネラルシップ、そうですね、ジェネラルシップっていうのがその、はい、支配率というか、そうです、支配率ですね、はい、相手を前に出たりとか、相手にプレスをかけたとか、そうですね、自分から攻めたとか、はい、それがジェネラルシップに入るんですけれど、はい、そういったところで、評価されたということですね、そうですね、はい、グッドスキルの菅魅力選手の勝利ですね、3対0、はい、そしてですね、サトルさん、はい、あと2試合なんですね、2試合ですね、はい、はい、リバースチーム東京スタンダード所属、小林タスク選手、はい、小林タスク選手、 MTK5 所属、堤選手は2戦目ですね、2回目ですね、そうですね、本日2試合目、こちらが堤宏忠ですね、はい、ビギナーシュートライト級 70.3 キロ以下2分2ラウンドですね、青コーナー堤宏忠 MTK ファイトですね、はいはい、そして、赤コーナーですね、リバーサルジム東京スタンダード、今画面右側ですね、小林タスクでございます、はい、はい、そして画面左側の堤選手は本日2試合目でございます、ね、はい、いやー、このやっぱりあれですね、ライト級ってなると体が大きいので、大きいですね、また見応えも、はい、あると思います。さらに試合経験は、はい、アマチュア1戦ずつですね、そうですね、はい、さあ前に出た、さあ果敢に、そうですね、筒井選手が前に出ていく、そこに合わせるような小林、ナイスボディ、あ、ナイスパンチ、わった、前に出ましたね、いいとこ取りましたね、筒井選手が、筒井選手が、そうですね、両手をこう脇に刺しているということですね、ここからこかしたいですね、はい、サバ折りか、はい、足かけて倒すか、はい、はい、あの小林選手はどうですかね、このやっぱ体を入れ替えたいですね、はい、あ、うまいですね、うまく、もろ差し、はい、やっぱりこう両脇を刺されていると、結構きついので、やっぱりそうですよね、小林選手がうまく右で小手を、はい、腕を入れて、はい、小手を入れて、はい、入れた、あ、で左に差し替えましたね、はい、いい対応ですね、そこの駆け引きですね、はい、さあ、インド、で前に、そうです、筒井選手は前に出る勢いが、はい、素晴らしいですね、飛び込むような形で、はい、さあ小林選手の打撃もすごいいいと思います、いいですよね、はい、さあ残り時間1分、小林選手もっとなんかプレスかけちゃっていいのかなって、はい、今あれですね、はい、筒井のプレッシャーというか、そうなんですね、はい、あれを逃がしたいです、はい、合わせたっけ、合わせた、うまい、まあ、いや、いいタイミングでしたけどね、まあ、良かったですよね、タイミングが合わせましたよね、堤が前に出てきた、おっと、ナイス左、カウンターうまいですね、小林選手、
もっと前に出れたらいいですね。おっと、いいっすね。こういうのですね。小林選手いいっすね。こういうふうに前に出た方がいいですね、はい。はい。自分から行った方がいいですね、小林選手。いいっすね、そういうの。さあ、そして、堤の方も前に出て。はい、ケージに押し込むのうまいっすね、堤、はい、選手は。堤選手はそうですね。はい。第1試合の時もそうでしたけど、やっぱりこの押し込むというような形で、そうですね、得意なんでしょうね、はい、そうでしょうね、パンチから押し込みに行って、はい、ここから明確に手段取りたいんですけど、はい、小林選手が今首相撲を取ってて、はい、これ以上踏ませないようにして、うまいですね。だから今 の, その小林選手のこう膝蹴りみたいな、その距離を作ってという、はい、首相撲から非常にうまいですよね。ケージ側のディフェンスが、はい、はい、本当にうまいですね、小林選手。はい、はい、第1ラウンド終了でございます。うん、はい、本日ですね、この社員ゼロワンはですね、1部、2部、3部と分かれてまして、はい、1部の試合がこの試合、そして次の試合で終了ということになるんですね、はい、次が第16試合目になるんですけど、そうですね、全16試合で、はい、今15試合目です。そうでございます。早いですね。第1部カンっていう感じがもう見えてますね。はい、はい、ですね。ただ今の試合、このまあセミファイナルという、第1部のセミファイナルというような位置づけなんですが、はい、どうですか、その印象的にあと1ラウンドしかありませんし、そのなんか1ラウンドこの互角、互角ですよね。そうですね、非常にどちらもこう持ち味を出しているというような、2人ともなんかもう、はい、組み技も打撃も両方できるのかなって、はいはい、そうですね、バランスよく、その脇の差し合いだったり、そうですね、はい、なんでうまく次 MMA をうまく戦った方が、はい、自分から攻めて、そこですね、はい、そこ見応えなんで、はい、ファイナルラウンドで始まります。はい、MMA をどう戦うか、ね、そうですね、うまく、はい、パンチと組みを合わせて、はい、さあ前に出るのは堤、さあ追い込むのがうまいですね、堤選手は。やっぱケージ側に、ね、追い込むのがうまいです。ストレート、でもうまく小林選手がやっぱ返すんですよ。小林選手が返すんですよ。そうです、カウンターで合わせるんですよね。そうなんですよ。この辺が非常に、おっと、ここで明確にテイクダウン取れると、はい、大きく印象も違いますね。そうですね、はい、細かいパンチを打つのは青コーナー堤、ただ合わせていくのが小林ですが、はい、また押し込みましたね。そうですね、これがうまい、堤選手が打ち上手、膝合わせて、さあ組勝負になりましたね、はい、これを明確にどっちか取りたいんですけど、今は堤選手が有利な体勢ですね、はい、左を差してて、はい、そうですね、それをさせないように小林選手が今右の首を抱えてるんですけど、はい、これはこの、そうですね、まあ、させませんよね。そう、まあ、物差しの、はい、そうですね、物差しでまた差し返しました、ね、はい、差しました。ここの駆け引きですね、堤選手、堤選手の方がプレッシャーかけてるのかなって、はい、そうですね、はい、小林選手もうまいん で、はい、で自分からどんどん行っちゃって行った方がいい感じしますね。小林はその待ちってこうカウンターのイメージですけど、急に飛び込んだりするこういうのがあるんですよね。そうです、はい、それもっと行っちゃって、さあここですね、タックルも良かったですけど、はい、させなかったな堤、はい、対応は早かったです、はい、さあ残り時間が間もなく30秒です。今5分の状態ですね、はい、左をお互いに刺してて、そうですね、でこれでそうですね、もっと深くお互いに、はい、刺したいですね、どっちかが、どちらも左を刺してるっていう、足かけて前に倒したいですね。さあここ、ああ、タイム、なるほど、ここからそうですね、この状態だと足かけない倒せないので、はい、お互いに足かけて、これですね、これですね、足かけて、体を乗せる、耐えた、小林が行った、ただすぐ立つ、隅、ケージを利用した、ナイス、おお、これ行った方がいいですね、最後もう行っちゃった方がいいですね、思いっきり、さあ、前で、おっと、素晴らしい試合だ、今のをやっぱり見るとですね、サトルさん、はい、これケージとこのマットでやる、はい、シュート、はい、アマチュアシュートだったり、はい、全然違いますよね。しかも、はい、場所によって、はい、その勝敗もちょっと変わるんじゃないかなっていうぐらい、はいはい、そうですよね、はい、変わるんですよね、はい、ただ目指すのはやっぱこういうところであれば、そうです、だからアマチュアからやっぱケージでできるっていうのは、はい、いやすごいいいですよね。いや、はい、いい面白い試合ですよね、こういうふうに。堤選手が今これ結構プレッシャーかけてたのかなって、はい、でも小林選手がうまくそうです、ね、カウンターを当てて、はい、そうですね、はい、合わせて行くときはガッて行ってたので、はいはい、で脇を刺されたらまた差し返すというような攻防だったり、そうです、はい、もうほんとほぼほぼ組も打撃ももう5分みたいな、はい、おジャッジ B 18対20、おジャッジ C 19対19、なるほど、以上0対1、はい、そうですね、どなんか2人とも、はい、その MMA が2人ともレベル高く、はい、全部が拮抗してた感じが、そうですね、はい、打倒局全部が拮抗してましたね、なんかもう本当に MMA ですよね、そうですね、はい、
この2人はなんか練習パートナーになったらいい練習パートナーになるんじゃないかみたいな練習してほしいですねこれ画面には映ってませんが、サトル選手がメモ帳で書いております。小林選手と鷲見選手の名前をすいません、作り話でした。これいい練習パートナーになりますね。東京スタンドアウトですからね、小林選手は。はい、ぜひ練習してほしい。そして今の先ほどの試合が、1対0で、まあ、ドローという形ですね。はい、そして、第1部の最後の試合、はい、第16試合ですね。シュート、ラストです。グラップリングビギナー、はい、ライト級。はい、はい、こちらが長嶋弘明選手ですね。はい、北原選手に本日2試合目です、ね、そうですね、衝撃的な一本、あの足の足で決める足感、膝十字、びっくりです、はい、はい、でおそらくこの1試合目を長嶋選手は見てると思うんで、そうですね、なので警戒はしてると思うんですけど、ね、はい、これがなんかギリですよね、そうですね、1試合見れるのはそういうことだと思います、はい、はい、この試合はですね、シュートグラップリングビギナーライト級 70.3 キロ以下、4分1ラウンドですね、はい、4分1ラウンド、はい、そうです。青コーナーはですね、直進会育野道場 TK68 北原光輝、本日2試合目ですね、はい、はい、そしてですね、赤コーナーリバーサルジム東京スタンドアウト中嶋弘明、ただいま、はい、青コーナーの選手に特殊があったため抗議に特殊があったため、それを長い間出しています。いや、北原選手が、はい、またあの足かも狙うのか、そうですね、はい、先ほどはこう上を脱いでましたが、この北原はこのラッシュガードというんですか、はい、ムキムキ度合いは、はい、ラッシュガード着てても、うわ、そうですね、ムキムキ度合いが強そうなシマウマみたいな感じですね、これは本当ですね、はい、いや感じがあるんですが、はい、今あのアナウンスにありましたけど、何か、はい、なんか多分ウェアかなんかに、あ、はい、なるほどなるほど、なるほど、そうですね、あの頭髪ですか、ね、そうですね、おそらくそうですね、頭髪に何かその多分そうですね、はい、マックスとか、はい、ついてたのかもしれません、はい、中嶋弘明選手ですね、はい、プロでもたまにあるんですよね、はい、プロリングジャケットの時にワックス知らなくてワックスつけちゃう選手がいて、はい、シュートのプロの時でも、それあのそれです、汗つくとやっぱヌルヌルしますよね、そうそう、基本的にはい、ダメなので、はい、そうですよね、髪塗るマックスとか、ただなんかあのやっぱりあれですよね、あの決めて出ていきたいですよね確かにそうなんですよね決めては出ていきたいな、そう、 MMA はあの髪に分けてきちゃいけないので、はい、キックの選手はもしかしたらいいのかもしれないですね、どうでしょうね、はい、まあ、ワセリン塗ったりとかってそれはまあ、はい、あります、はい、画面右側が中島ですね、左側が北原でございます。さあ、これがですね、第1部最後の試合ですね、はい、グラップリングの試合でございます、はい、はい、4分1ラウンド、はい、始まりました。画面右側中島、左側北原でございます。はい、スタンド勝負ですね、これ、最初。長嶋選手が押す感じですね、長嶋選手。引き込まない、あ、引きましたね。さあ、これですね、北原選手。はい。やっぱ引き込みましたね、北原選手。このまま体を入れ替えるのも先ほどの一瞬。もうそうですね、足感早いですね。これは今どちらが…今ヒールホールドの感じなんですけど、はい、北原選手の方が今ポジション的に有利ですね。なるほど。うまく足入れて。はい。はい、さあ、体を入れ替えた。スイープしましたね、はい、潜りがうまいですね、これは 今マウント取ろう、マウントを取ろう、はい、マウントをまたいで取ろうとしてるんですけど、さあ、サイド行きましたね、サイドですね、はい、さあ、これ長嶋選手としてはこう距離を空けたいというか、そうですね、膝を入れていきたいです、はい、北原選手のあとマウント、早いぞ北原、仕掛けが早いですね、さあ、でもサイドに戻ったんですね、長嶋選手はうまく、はい、空間を空けて膝を入れていきたいんですけど、はい、お腹に北原選手の、そうですね、空間を作っているってことですね、はい、作りたいってことですよね、それが 潜っていくかですね、はい、なるほど、そこの空間を潜っていくと、はい、そうですね、はい、うまくさせないように、はい、北原選手はやっているという、はい、そうですね、うまいですね、はい、このやっぱりグラップリングもこのケージだと全然そうですね、はい、押し込めるから、そうですね、あ、来ました来ました、さあさあさあ、また来ましたね、これですね、あの足ですね、得意なんですね、これ本当に北原スペシャルでしょうか、これは北原、はい、足が本当うまいですね、うまいですね、まだちょっと浅いですね、はい、膝の向きが、あ、さあ、それを解除して今度バック、仕掛けが早い、また来た、そうですね、仕掛けが早い、長嶋選手もディフェンス、はい、そうですね、上手ですよね、素晴らしいです、はい、長嶋としてはこれどうして、やっぱり体を入れ替えるというか、ずらしていくと、もう向き直るしかないです、はい、向き直っていく、はい、
まあ、バックチョークしてます ね、はい、そうですね、それをさせないようにしつつ、長嶋選手はうまく、はい、反転して、はいはい、体を体を入れ替えるということですね。右足を、はい、キャロ選手の右足を、はい、下の足をまたいで、はいはい、超えていくということですね。超えていく、はい、といいんですけど、はい、足かけてる足を抜いていくということですね。右足を潰して、はい、そうですね、はいはい、そして残り時間が2分ですね。早いです。さあ上になっているのは北原、下になっているのは中島ですね。ここから決めるのはチョークしかないので、チョークだけしっかりディフェンスしたいですね。チョークだけを、中島はやっぱそこを警戒しつつ、はいはい、ここからもチョークしかないのが方法、はい、さあでも深く入っているように、まだ決まってはいないが、深く入れようとしていたのが北原、させないのが中島、はい、首だけ巻かれないようにちょっととりあえずしたいですね。ここは長嶋選手としては これをこううまく、はい、この膝を中に入れていきたいんですけど、はい、うまくこの北原選手が腰を張って、はい、もう膝を入れさせないようにしてるんで、はいはい、で上になってる北原選手が腰をクッと張ってることによってさせないんですね。これはもう最悪、はい、長嶋選手が反転してもマウント、はい、マウントを上げちゃって、なるほど、あ、はい、なるほど、体入れ替えてマウントにはなるけど、まだ脱出する可能性が、はい、長嶋選手はあると、はい、ですね。これ伸ばしてますから、残り時間1分、あ、はい、さあじわじわいったぞ、北原、ね、さあ少しこの画面では見えない、あっとタップ、ですね、強い強い、いやーこれ、はい、強いですね、北原選手、いやこれはですね、北原選手の勝利ですね、はい、これは北原光輝選手のチョーク、ちょっとアナウンスが間違えました、はい、長嶋選手も非常にこうディフェンスも上手でしたが、はい、ただ北原光輝本日2試合やって2本、うん、1本勝ちという、そうですね、はい、足感とそのチョークで素晴らしい試合でしたね、はい、いろんな決め持ってますね、はい、そしてですね、本日第1部、第2部、第3部とあるんですが、第1部今の、北原選手と長嶋選手の試合で最後なんですが、はい、ですね、ここでですね、サトルさん、はい、サトルさんの印象に残った試合なんかあれば、はい、この辺で結構悩んじゃいますね、はい、悩んじゃうと思うんですが、いやどれも、はい、すごかったんで、面白い試合が多かったと思うんですね、はい、いや本当そうですね、ただやっぱりその私なんかで言うとそのあれですよね、今の最後の北原選手のこの2試合連続で、はい、そうです、両方一本勝ちというのもありましたし、まあ、シュートというその、まあ、グラップリングを私今挙げたんですが、はい、はい、ビギナーシュートで何か印象に残る選手でもいいですね、はい、はい、ちょっと見返して、そうなんです、はい、してて、そして今調べていただいている間にですね、この後ですね、また試合がありますので、第2部第3部とございます、そちらの方もですね、皆さん楽しみにしていただ、はい、ぜひ、はい、2部3部も見ていただけたら、そうですね、そしてどうでしょう、僕、はい、なんか見事、個人的になんかすごい、はいはい、第10試合のウェルター級の、はい、タチ選手と斉藤選手の、はい、あ、面白かったですね、打ち合いとかめちゃめちゃ面白かったですね、はいはい、タチ慎之介選手 VS 斉藤博選手のあの試合は確かに面白かったですね、はい、あの打ち合い面白かったですね、面白かったですね、はいはい、で、ま、その後をこう見るとそのグラップリングでいうとそのルーツの6号選手 のコントロールしていくのを北浦選手もなんとか解除していく、6号選手が次に、はいですね、早く仕掛けていって、そういったこともありましたので、はい、では、はい、この後ですね、はい、第1部は終わりましたのでこの後第2部があるんですが、第2部はですね、皆さん13時30分から、はいはい、13時30分から第2部が始まりまして、はい、第2部はですね、アマチュアシュート、はい、全試合アマチュアシュートというような形となります、はい、ルールも少し変わりますね、はい、そうですね、はいはい、またその時にですね、発表でいいんでしょうか、はい、ご報告させていただきたいと思います、はい、はい、それではですね、また第2部でお会いしましょう、はい、ぜひ第2部を見ていただけたら、よろしくお願いします、嬉しいです、はい、はい、じゃあ佐藤さん、はい、また第2部をよろしくお願いします、はい、この後もよろしくお願いします、はい、それでは盛り上げるように頑張ります、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、第1部終了です。Here with you I'm found in your love.
Making memories.
We may be young, but we are wild and free, making memories.